皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます、川村彩奈です。寒かったので、はい、あのちょっと厚手の、あの外で着る用のちょっとおしゃれジャージの上みたいなのを着てきたんですよ、はい、であと今日はまあほら台風の影響とかで雨が降るんじゃないかと思って、はい、いつもよりも5分ほど早く家を出ました。でスタジオに到着しました。でいつも通りぐらいに着きました、はい、そしたら、川村が女子高生みたいなコスプレをして、私もうすぐ30を迎えようとしているけどまだまだ心は女子高生みたいな格好で、みんなをちょっとあの私どうみたいな顔で見ていたのがイラッときました。いやだいぶ誤報ですね。その、はい、なんかベストみたいなちゃんちゃんこみたいな、はい、ゲゲゲの鬼太郎的な洋服は、あの東京の女子高生が制服の上に着ているベストみたいな分ですよ、ね、違います。さあそうだよね、これ女子高生着てるんだよね。運じゃない。ほら今女子大生の子が、なんか JK ぶってるわ。 JK 違います、女子高生、東京の女子高生見習ったわけじゃないですよ。憧れてる東京に。憧れてないです。JK はずいぶん昔に卒業しました。はい、これ知ってます？これニットベストなんですけど、はい、今年の流行りです。いや女子高生着てますよ。東京のすごい大きめのを着てて、まあ、確かにベージュだから着てるかもしれない。そうなの、はい、でなんでわかるかっていうと、可愛いなと思って東京で見てるから。ほらただほら18歳が着るのと28歳が着るのは意味合いが違うからね。初の一桁も一緒ですから、一の位末広がりみたいな。お乳ですから。でもこれは流行ってんだ。そうです、このニットベストは流行ってます、うんうん、今年。へえ。で、まあ、いろんな色があるんです。黒とか白とかベージュとかあるんですけど、うん、まあ、何色しようかなって迷ったんですけど、うん、まあ、このベージュだったら春先にも着てもいいかなと思って、今日はすごいもう意気揚々と、うん、雨の日ですけど汚れるかなと思いつつ、はい、寒いからこれよし着ていけると思って、うん、今日着てきたんですけど、したらなんかオープニングで可愛いねとかじゃなくて、女子高生じゃんみたいな。いやコスプレじゃんと思って。全然コスプレ。なんかのパーティーがあるのと思って。ハロウィン的なことをするのかなと思って。ちょっと早いですよね、うん、ないです。これでもさ完全におしゃれで着てきましたよ。ファッションって、はい、今ちょうどさ、俺が会社入ったばっかりぐらい、平成元年とか2年3年4年とかぐらいのファッションにまた戻ってるよね。巡るって言いますね。菅田将暉とか、はい、まあリスナーさん知ってるかどうか分かんない、菅田将暉とかが着てる服とかが俺が入社の時に着てたような服だもん。いやそんなことはないと思う。あ、菅田将暉パクってきたわとかって本当に思うわ。いやいやいや、そんなことないですよ。菅田将暉さんはもう菅田将暉さんなりの新鮮なおしゃれ最先端ですよ、あの人こそ。お前平成元年とか平成2年とかみたいな、はい、俺たちみたいな世代に憧れとんじゃのって思うようなちょっとダブついた。最近ほらちょっとタイトな感じ、はい、ね、かっちりめのラインが出る服とかが多かったのに、去年今年とかはちょっとテロテロした服でダブっとした服、ワンサイズもツーサイズも大きいの着てますみたいな、あれは俺たちが会社入った頃ぐらいだもんね。へえ。俺だってすごいよ、平成元年とか2年とか3年とかに買ったズボンとかがたまに出てくるのよ、クリーニング出したまんま全然着ずに、はい、これなんかなと思ってパシャパシャってなんかちょっと古くなったビニール開けて、開けたらわこれ会社入って間もない頃に買ったズボンだわとかって、たらもう長すぎてズボンの丈がお殿様みたいだよ。はあ、へえ。自分の足先までかかとからぐるんと覆うもんぐらい長いのを履いてたんですか。そう、へえ。逆にほら今の伊藤平とかみたいな、あの中途半端なやつ、いやそんな中途半端とかじゃないです。川村が中途半端だっていう、あの伊藤平、いません中途半端な竹のズボンを、履いてますよね。あの手島が全然ダメだっていう伊藤平。そんなことないですよ。あいつらとかはお前さくるぶし出てっけどさ、それはズボンが短いの、お前が伸びたのっていう。結
聞きたくなるじゃない。まだ成長期なのかなっていうぐらいの中学校2年生3年生ぐらいのね、中学生ぐらいの、はい、確かに丈履いてますよ ね。でも可愛いですもんね。そうだね、おしゃれだなと思うし。とか冬場とかでも、あのすごい短い靴下を履いて、はい、その地肌を足首のところを見せて歩いてるサラリーマンとかいるじゃん。あ、いますいますね。はい、どうしたの、靴下持ってないんって聞きたくなるような、あの石田純一みたいな。そうですよね、うん、生足みたいなね。だからもう真逆なんだよね。平成の頃はもうあのズボン履いたまんま歩いてたりとかすると、はい、ちょっとかかとを踏んじゃったりとか、うん、裾のところ踏んじゃったりとかして、その座敷とか上がると、なんか恥ずかしいぐらい長いの。へえ、そうなんですね。私が生まれた頃の話だから、うん、全然記憶にないですけど。ああ、回るよ、だから、うんうん、でも回るけどちょっと違う。そうなんです、肩パッドが入ってる。そうですよね、だからそうなんです、肩パッドなんだよね結局はだから横山さんの服もやっぱ須田さんとは違いますよ。いや、ただ須田まさきは相当俺を意識してるなとは思ったね知りもしないと思いますけど、須田まさき、須田まさきさん、そうかな、はい、横山さんの前一方通行、俺がハッシュタグ須田まさきとかでずっとつぶやき続けたらあっちも気にするんじゃないの。いやいや、お前俺真似しとるじゃろうがこらっつって、お前今日スケキヨ T シャツ着とるがこら須田とか着てますね、うん、結構ドーンとしたプリント、犬神家の一族好きじゃろうがとかって言って今日スケキヨ T シャツですけど、そうですね、真っ黒な感じのスケキヨってこう赤い文字がバンって言ってるようなかっこいい勢いな。お前も気合入れてスケキヨ T シャツ着てこいやこらでもこんなに寒いのに半袖なんですね中、あの確かにこう上着はスポーツジャージ、はい、おしゃれな真っ赤のスポーツジャージ着てこられましたけど、うん、あ、寒かったんだな横山さんもって思ったんですけど、それを1枚脱いだ途端半袖だったから、はい、半袖なんだと思って。いや、だってもう今の段階で若干もう暑いもんまあ一応スタジオは密室ではありますけど、私ニットベストを着て、はい、その下にロングのこう T シャツみたいなの今着てますけど、うんうん、全然寒くないし。あ、まあ、カマルさんほらなんか仕事片手間にやられるでおなじみだから、俺はら全力で行くじゃん。いや、私も全力でやってます。俺だって川村のトークとか回転レシーブで取りに行くから東洋の魔女って言われるぐらいの取り方するもん。それは確かに真冬でも熱くなりそうな、あざできそうですね。ボールを右、はい、左、はい、右、左って言われると、はい、はい、はいって取りに行くからねじゃあどんどん振っていこう、全力、いろんな方向にリスナーさんにも手助けしてもらいます、はいはい、レーブリッカーさんです。お、今日は二十四節気の甘露です、はい、雨が降り肌寒いですね、うん、先日扇風機を掃除して片付けました、はい、タオルケットや肌布団から羽毛布団へ変えようかなとも思っています、うん、だんだん寒くなってきましたね。コロナウイルス、そしてインフルエンザに感染しないよう体調管理しっかりしていこうと思います、はい、ではまたね。そうだね、こっちもね甘露ですよ、はい、ガブリーヌ、おはようございます。おはようございます。甘露の朝は雨が降っています。肌寒く、夕べテレビで見た山口のフグヒレの天日干しを思い出し、フグヒレを入れた熱燗はさぞかし体が温まるだろうなと思いました。のんべえみたいなことを考えてしまいましたよということで、はあ、そうですね、今日は甘露ね、だいたい秋分の日、はい、から10日15日とかって言ったりとかするけど、冷たい梅雨が落ちてここから秋から冬に少しずつ移行していきますよみたいな感じなんですよね。なんかでも今日一気にガクンときましたよね。来たね、ね、ここ最近まあ夜はあ寒いなって思う時ありましたけど、はい、今朝はちょっとレベルが違う、うん、もう一段グッて秋が深まったような気がしましたね。はい、あと台風の進路がちょっとずつ明確になってきたよねっつって。そうですね、ノロノロ台風って書いてあったね。うーん、気をつけないといけないですよね。なんかすごい勢いでシェーバー並みのシューンって感じで行ってほしいよねまあまあ、そのぐらいだとね、うん、確かにあっという間に過ぎてほしいものですよね。本当にそういればいるほど本当に降りますから ね。ブルーサンダーさんです。はい、昨日近所のスーパーに立ち寄った後に近くの自動販売機を見ると上の段が赤くなっていてあったかいと表示されていました、うん、季節の移り変わりを感じますが、今日のような肌寒い日にはあったかいコーヒーやココア飲みたくなりますね。なるね、あのあったかいと思って押したらまだ冷たい時あるよね。あります、特にココア、うん、はいはい、あーホットコーヒー、ホットココア飲みたかったのに、うんうん、アイスココア出てきちゃった時のがっかりした感じはあります。あとコーンスープね。コーンスープ、はい、
冷たい時ありますか？ありますね。全然温まってない時ありますね。あ、温まってない時ありますね、はい、買えたての。そう、これでよーポン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 って言いながらするする、コーンスープのトウモロコシが引っかかるんだよね、はい、引っかかりますね、はい、あれどうやったら綺麗に全部一粒残さず飲めるのかっていうのは命題です。あれ外で飲んでも缶だけもう家に持って帰って、うん、缶切りで全部開けてコーン出したいもんねそのぐらいもったいない気がするよねすごいそうした気分になるんですよね捨てる時にね。いやでもさ、はい、その自動販売機ってあのサイズじゃん、まあ、畳1畳分ぐらいのものが立ってるじゃない、はい、あん中にあったかいものと冷たいものが分けて入ってて、あんなんが100円ちょっとで飲めるってすごいよね。すごいですね。なんか考えた人の労力とシステムと機材の代金と考えたらものすごいものですもんね。あとさ、家の蛇口でお湯ひねったらなんでお湯が出るの？どこの水道の管のどこの段階で誰がどう温めるんかね。誰かがこう一生懸命薪とかでこう、うん、あの昔の蒸気機関車みたいなよいよいよいっていう人がいないと。だってバーって出してさ、はい、42とか43とかやったら、温度調節もできてね、できるわけじゃん。どういう仕組みなんかね、どういうスピードで温まるように水を、はいね、しとんか ね、 ね、しかも熱すぎずちゃんとその温度で出てくるわけですもんね。ああ水道局の人がやるんかないや忙しすぎると思います。42度がかりとかいう人がいて42度のやつだけを送り届けて、おい42度来たぞってのよいしょよいしょみたいなのとか今からの時期忙しくなるでしょうね、それだったら。あとエアコンとかさ、暖房とかがあったかい風が来るとか、はい、冷たい風が来るとかもどうしとんじゃろうね。システムってすごいですよね。だって俺さ、テレビ局にいるけどさ、テレビがなんで映るのか未だに分かんないし、はい、あとラジオがなんで皆さんのところに届いてるのか、はい、意味が分かんない私も分かんないです。全然だよね。皆さんの努力の上にこうやって喋らせていただいてます。だって俺らがこうやってさ、日常で使うもの、うん、全て自分では何もできない、ね、昨日さ、はい、ノーベル化学賞の発表があったじゃない、で俺ちょっとまあドキドキしてたのね、選ばれたらどうしようかなとかって、俺何にも開発してませんけどって、あですよね、言おうと、ただ、俺にとっては当たり前のことが向こうにとってはすごいことかもしれないからどの分すかって聞こうと思ってたの。いやちょっと目指す賞違うと思いますけどあ一応ね、一応ドキドキする分にはいいですよね。あだから女性2人組でさ、はい、遺伝子レベルからものを変えられると、はい、で今までだったらバラはね、はい、バラの花はいい香りがします、ただ必ずトゲがあります、だからトゲを取ろうって思うといい香りも落としてしまいます、っていうのがいわゆるこう品種を変えますみたいな、はい、後輩を変えますみたいなことだったらしいんだけど、私たちがやったのはその遺伝子のくる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 だった DNA とかある中の一部分だけをカットして、で、はい、トゲだけをやめてくださいっていう遺伝子情報をその変更するみたいなことができますと、だからそれを人間の健康とかにその変えると、悪いとこだけを治すことができる、もうそれだけを遺伝子の段階からなくすことができるっていう開発なんですね、みたいなことを言われてて、そうするとああいったこととかもああいう方々がやってくださるから俺たちが医療を受けられたりとかするし、俺たちが今使ってる赤ペンとかも、もうとにかく何にも俺たちは今まで作ったことがないじゃない、全部人が作ってるんだよ。だから河村が自慢するそのちゃんちゃんこみたいなベスト、ニットベスト、 おしゃれな流行り、水木しげるさんが描いたような感じの水木しげるさん、妖怪ワールドみたいな感じのちゃんちゃんこ、いや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 、全然妖怪ワールドでもない、まあ、裸足に下駄だったんだねカランコロ言わせてない、どんな妖怪ですかそれいやちゃんと雨用の靴履いてきてます。そんなのも全然自分では何もできないわけ、はい、いやね、この網目とかも編んだりとかできないです、え私は自分で手編みしますけどって言うけど、じゃあ毛糸も作ったのかってなるじゃんとか毛糸を編むあの棒とかさはいはい、かぎ針編む、何も自分ではできないわけじゃない、そうですよね。
ね、世の中ってすごい人たちに囲まれて俺たちは生活してんだよね、はい、ね、世の中は誰かの仕事でできている。いや、そうなんだよ、うん、本当コーヒー飲みたくなるぐらいの、本当すごいよね、私たちもなんか貢献したいですね、うん、なんかさ、これは横山さんが作ったものだよね結局ね、とかっていうものを一個でも残したいよね、残しときたいです、日常にあるもの。 でも名前つけたくなる。そしたらやめてよ、その体操の選手みたいな、トカチェフからのつから飛びみたいなやつそんな技があるんですか。ありますよ。つかはら飛びとか知らないですか。知らないです。つかはら飛び、つかはら飛びって多分全身をただまっすぐにして飛ぶだけのやつ。いや、そんなことはない。トカチェフは、トカチェフ、はい、あの鉄棒があるじゃん、はい、で鉄棒をぐるーんってなって勢いでぐるーんって体が下からぐるーんと上がっていった時に、足からじゃなくてお尻から鉄棒をその勢いでぐるーんと回って、お尻からトンって後ろ向きにムーンウォークみたいな感じ、でまたその鉄棒掴むの、あれがトカチェフ。トカチェフ、トカチェフ、へえ、トカチェフさんが考案した。そうです。塚原飛びは塚原さんです。塚原さんはなんとなく浮かびます、うん、へえ。昔さ、うん、俺たちが東京オリンピックとかの古き映像とか見ると、はい、すごい技はウルトラ C だと、はい、ABC の C、はい、今さ体操とか見てたりすると ABCDEFF 難度とか言うもんね。あ、F 難度は聞いたことある。ああ、じゃあそうやってどんどん難しい技がすごいよ、組み合わせで考案されてる。川村さん、 F 難度からの紙粘土みたいな、なんかえ、どういう作品でした。どうなんだろうねピラミッドすごい難しいみたいなやつかな。そう、すごいトカチェフ二重トカチェフからの紙粘土。いや、どういうこと。確かに大技からの手先器用な感じ すごい。なんか鉄棒をやりながら最終的に着地したところにお城ができてますみたいな紙粘土っていうのがそれは優勝できそうな気がします。確実ですよね、とか鉄棒しながら紙粘土してるみたいな指先結構大変ですねそれもう難度とかがすごくなってるもん、うん、FG とかさぐらいだもんね。だってフィギュアスケートですら4回転とか今ねなってるんで、最終的に柔軟回転とかするやつがいたりする、ね、本当にトルネードポテトみたいなことになるかもしれない。あ、来た、なんかドリル川村が来たみたいな、ドルルルルってもう氷がドルルルってこう、ね、削れて周りがみんなでかき氷食べますみたいなぐらいの、ね、人とか出るよね。出るかもしれないですね。とか穴開けるぐらいのシロップをかけながらスケートしてる。いやいや、ちょっと迷惑ですけど。でも次の人が転倒した時とかにペロッてやってるとかして、甘さとか必要ない。いちごシロップかけてきましたね。いや、厳しい世界ですから。Fランドからの紙ネット、紙ネット気に入ってるし我ながらよく思いついたなと思ってる、はい、いい頃だったなと思いました。そうですね、F ランドからの紙粘土。俺今日人生で朝9時の段階からこんなに紙粘土って言うとは思わなかったですまあ小学生以来でしょうね多分小学生か横山さんかだと思います。そうだね、うん、いや、でも2歳に入りです。ほんとあのほら今年はさ、いろんな思いが皆さんもあると思うけど、やっぱありがたいねと思うこともたくさんあったと思うのよ、はい、しんどかったからこそ人がよくしてくださったりとか、うん、自分のことをなんかこう思い出してくださってたりとか、いろんなことがあると思うから、その周りにあるものとかも、はい、何一つ実は自分が作ったものではなくって、自分は全部そういったものに守られてたりとか、助けられてたりとかするんだなと思ったりとかすると、また10月、はい、11月、12月の過ごし方も変わってくると思うし、そうですね、また今日もね、その二十四節気の一つ、はい、甘露だったりとかするので、うん、なんかこう暦が少しずつ変わってくるし、はい、また週末は台風が来るし、はい、だからいろんな方々とやっぱ連携をしながら生活していかなきゃいけないし、はい、で密を避けなきゃいけないけど心だけは密にしたりとか、うん、ソーシャルディスタンス取らなきゃいけないけど心だけは近づかなきゃとかって、はい、なんかそういう時期が来るような気がするので、今日もリスナーと皆さんと、はい、楽しみながら密になりながらお送りしようと思う午前様様。今日は木曜日、今日のメニューです。10時20分頃は午前様通信です。
この番組では定期的に臓器移植について考えていますが、はい、今月は臓器移植普及推進月間ということで各地で啓発イベントが開かれています、うん、今日はその一環として行われる音楽ライブについてシンガーソングライターの月山翔雲さんにお話を伺っていきます、はい、月山さん1年ぶり。そうですね、はい、で前回も来ていただいたのがこの臓器移植の普及推進月間ということで来てくださいましたけど、今回は音楽ライブがその一環として開催されるということで、うん、そうだね、ね、そのことについてもお話を伺っていければ。どうするんだろうね、オンラインになっちゃうのかね。あ、どうですかね。ね、さすがに今ね、ちょっとまあ定員を少なくしながら配信もっていう形になるんですかね。ね、うん、そういったこともあと今ね音楽業界の方々がどうされてるかとかも聞きたいですよね、はい、そうですね、うん、はい、今日の午前様通信は月山翔雲さんにお越しいただきます、はい、そして9時台と11時台にお送りしている午前様会議です。今週は中古品ブルースというテーマでお送りしています。ほう、例えば息子が着ている子供服を目にして、あ、洒落てんねとか、イケてるじゃんなどと妻のセンスを褒めた時に限って、もらい物ですけどと冷たく返され抵抗します。子供服って可愛いよね。可愛いです。子供服のお店の前を通るとき、うんうん、もうほんと入りたくなります。ときめくよね。ときめきます。おしゃれですよね。あのジーンズとかでもそうだし、うん、トレーナーとかでもそうだし、はい、なんかこう、これ大人用とかもあれば着るのにとかって思う組み合わせとかすごい多い。私最近、うん、あの子供用のほんとちっちゃいスニーカー、うん、白スニーカーなんですけどハート柄なんですよ。あ、これを買ってしまって、かわいすぎて今テレビの前に置いてあります。履きもしないのにあまりにも可愛くて。え、人に言えない何かがあった？いや、人に言えない何かなんかないんですけど。大丈夫？いや、大丈夫。でも可愛くて、はあ、いや、これちょっとインテリアにもなるわ、うんうん、買っちゃったんです。俺ね、そごうの8階ぐらい、7階か8階ぐらいに子供服ばっかりのフロアが、はい、ありますね。あるんで、で、友達に子供が生まれたからなんかプレゼントしようかなと思って、はい、買いに行ったの、子供服を、はい、で、自分が着そうな T シャツの袖口にラインとかこう入ってたりとか、あの胸のところに背番号みたいな番号とかが入ってる、カリフォルニアとか書いてある、はい、ちょっと可愛い T シャツみたいなトレーナーみたいなのを選んだのね、はい、ただ店員さんからこれ犬用ですけど大丈夫ですかって言われて、あ、すいません、人用がいいです、人用が欲しい、これ犬、これ犬って。犬も贅沢ですね。確かにサイズ感ちょっとこの年齢によって似てるかも。びっくり、飼い主と犬が一緒のを着れますみたいな服だったんだって。で、それが俺はお母さんと子供が一緒に着られるものだと思ったの。で、これ子供の分だけもらっていいですかって言ったら、これ犬ですけどいいですよって言われて、犬じゃねえわ、俺の友達がじゃああれか、犬を産んだっていうのかいってかって言いたくなったよね。今でもいろんなものがおしゃれになってるっていうことですね。すごいよね。はい、というわけで今週の会議のテーマ、中古品ブルースでお送りしていきます。はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前様様木曜日、では行きましょう。朝の運試し午前様クイズ。このコーナーは天人の藻塩の提供でお送りします。さあ、クイズの正解者の中から抽選でお一人の方に釜狩り物産から天人の藻塩ギフトセット3000円相当をプレゼントします。応募の際にはクイズの答えと住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。では今週の午前様会議のテーマ、中古品ブルースから、今日は川村彩奈問題です。小学校2年生3年生ぐらいの時なんですけど、うん、カードキャプターさくらというあったね、アニメが人気で、うん、私もハマっていました。すごいカードとかを子供たちが欲しがってたよね。そうなんです、かわいいんです、さくらちゃん。はい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 、はい、そのアニメの中で、うん、あの黄色い羽の生えたネズミみたいな、うん、ケロちゃんっていうキャラクターが妖精なんですけど、はいはいはい、いて、でそのキャラクターが一番私は好きでした。それでケロちゃん、ケロちゃんです、はい、でそのケロちゃんのグッズがあって、おゲーム手帳だったんですけど、うん、まあ、なんとなくこうたまごっちみたいな感じで、うんうん、であのケロちゃんに
ご飯をあげたり、はい、お風呂に入らせたり、うん、散歩をしたりできるゲーム手帳だったんです、はい、で私はそれを持っていて、うん、もう本当によくそれで遊んでいました、うんうん、この間久々に実家に帰った時に、はい、母がそのゲーム手帳に改めて電池を入れ直してくれていて、でも本当もう正常に遊べるように液晶とか生きてたんだ。生きてました。綺麗でした。でそのボタンを押した時のテレレンっていう、こう、うん、音とかが、はいはい、懐かしいと思って聞いたりとか、うん、あとたこ焼きゲームができるんですけど、はい、そのたこ焼きゲームのやり方も20年ぶりにやってもすぐ思い出して、うんうん、あー懐かしいなと思いながら遊んだんですけど、はい、その懐かしのケロちゃんのゲーム手帳に関して、うん、もう一つ嬉しいことがありました、はい、さてそれは一体どんなことでしょうというのが今日の問題です。ゲーム機器でしょ。ゲーム機器。電子ゲーム。はい。ね。で、子供の頃遊んでた。で、たまごっちみたいな感じになってる。そう、なんとなく。で、20年ぶりに電池入れたらできた。できた。普通に遊べた。遊べた。嬉しいことがあった。はい、インベーダーが一番最後まで降りてきた時に、名古屋打ちしなきゃいけないんだけど、名古屋打ちが完璧にできた。ドゥッ、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 名古屋ついこう。ドゥ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 ーン。やられたわ。これラジオの向こうで。ドゥ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 。どれぐらいの人が懐かしいと思ってくれる。相当です。相当です。そうですか。名古屋うち。もうインベーダーが全部下まで降りてくるんですよ。もうあと一列降りてきたら、自分の戦車みたいな、はい、そのピストル、大砲が出るものが。ところ、はい。あれがやられちゃうんですよ。そう、ギリギリまで、でも、下ろしてくると、向こうが落としてくるミサイルみたいなのが、こっちにも効かないんですよ。だから安全になるんですよ。でもその代わり、パン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 って打たないと、もう全然ダメになっちゃう。これ名古屋打ちって言うんですよ。いや、ケロちゃんのたこ焼きゲームには、その名古屋打ちとかないです。ああ、そう。ないです。ボタン5つしかない。じゃあ、あんまり面白くないゲームだったね。いや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 、育てるんですよ、だから。うん。うん、走り高跳びのゲームの時に、はい、定規をダダ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 ダってあのボタンに向かってすごい山口がやってたじゃん。30センチの定規をトロン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 ってあれとかが久々だけどできた。いや、これこそは絶対伝わってない。ハイパーオリンピック。全然わかんないです。全然わかんないです。ハイパーオリンピックは、はい、100メーター走とかはボタンをどれだけ早く打てたかが速さになるの。だから用意パンもう検証編になるぐらい。それゲームの楽しみ方としてどうなんですか。でもテレビゲームなんだけど、はい、テーブルゲームで、すごいすぐ壊れるの。みんなが必死こいてやるから力もねそれだけ込められますもんね。でもケロちゃんそんなハイパーオリンピックとかモードないです。あ、そう、はい、ギャラクシーがこう降りてギャラクシーなんでしょ。ギャラクシーが降りてこうヒュ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 ってハの字、漢字の8っていう字みたいな、はいはい、で降りてきたりとかする時の、はい、なんかドゥルーンってこう連チャンでドゥルルンってこう一遍に相変わらず打つことができた。いや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 、横山さんのゲームの思い出語る場所じゃないんです、ここ。私の電子ゲームですよね。じゃ電子ゲームに関してまた別に嬉しいことがあったんですっていうことです。ああ、うん、カードキャプターさくらだよね。カードキャプターさくらですね。はい。おいちゃん帰ってきたよさくら。さくら、トラが帰ってきたよ。あのバカ野郎が、バカ野郎じゃねこのタコ社長とかってあの時のさくらでしょ。そんなね、江戸の下町みたいなアニメじゃないですか。すごいメルヘンな感じの子供が好きそうな、はい、はい、カードキャプターさくらです。あ、他になんか好きなゲームとかありました？いやー、俺何でも知ってますよ。私ね、そのカードキャプターさくらのゲーム手帳は、はい、こうもらったんですけど、うんうん、でもあんまり両親がゲームをさせてくれなかった。だから外でそれこそ縄跳びとか、うん、あと長縄跳びとか、うん、縄跳びばっかりしてました。縄しか遊ぶものがなかったんですか。ゴム縄跳びとか、あのこうちょっとこうゴムをつなぎ合わせて長いもので遊ぶって
縄跳びとか長縄跳びとかゴム長跳びとか。それで社会に出られてからは長いものに巻かれようとしているんですね。ぐるんぐるんに巻かれてます。巻かれたい。巻かれて生きていきたい。もう少し。そうだね、はい、俺も本当長いものに巻かれようと思うけど、俺の目の前短いものしかないんだよ。巻かれられないんだよね。もっと巻いてくれっていうぐらい。さあ、はい、川村彩奈は20年ぶりに実家に帰った時に出てきた電子ゲーム、はい、カードキャプターさくらのキョロちゃん。ケロちゃんです。ケロちゃん。ケロちゃんはまた別のチョコボールのキャラクターです。それも好きでしたけどね。はい。キョロ缶とかありましたけどね。ケロちゃんです。はい。はい。そのケロちゃんのゲーム手帳で遊んだんですけど、うん、その他にもある嬉しいことを、はい、まあ、見つけました。ほう。さて、それは一体どんなことでしょうというのが今日の問題です。はい。皆さんからの予想をお待ちしています。すべてのコーナーへの宛先はこちらです。うん。ファックスは 082-221-3300。082-221-3300、はい、メールは午前様様専用アドレス午前@rcc.net、 アルファベット小文字で gozen@rcc.net です、うん、車運転中の方は必ず安全な場所に車を止めてからお願いします。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで。答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。もっとゲームの話したかったね。あ、そうですか。平安京エイリアンとか。平安京エイリアン、うん、ディグダグとか。ディグダグ、うん、分かんない。パックマンとかも。あ、パックマンはちょっと分かりますね、うん、聞いたことある。パッカ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 よっぽど遊んだんですね。もう電子ゲーム出た時、はい、未来が来たと思ってね。夢の世界が手のひらに来たと思ってるね、うんうん、そうでしたね。ゲームの話したかった。午前様クイズ。このコーナーは天人の藻塩の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様 RCC 本社第2スタジオから。ねえユージ、はあ、もうこんな時間なのね。今朝もユージがたくさん喋るから、アヤナが用意してたこと全然話せなかったわ。準備していたことが台無しになっちゃう、この感じまるであの時みたいだわ。ベイノー。いや、準備してたけど、まあ台無しになることあるよね、あん時みたいに。ベイノー。本日の演目ですけれども、くしくも今日オープニングから話していました平成元年ですね。1989年、新日本プロレス闘魂シリーズ6人タッグマッチの一場面より、試合開始前、コスチュームの甲冑をマットの中央に置き、ベイダーの掛け声をきっかけに、その甲冑からスモークが発射されるという演出がお約束なのに、肝心なところで重心サンダーライガーにその甲冑を蹴り飛ばされ、マジ切れするビッグバンベンダーベイダー。ベイジューシーサンダーライガーとかしめしめと思ってたんだよ ね、まあ、暗黙のルールっていうものはありますからね、うん、ね、うん、やっぱ相手のボケとかを潰してほしくないよね。いや、そう思います、そう思います。そこを立ててこそのこういう世界だよね、はい、特にプロレスですもんね、うん、ほんと。だから俺のやっぱゲームの話とかを止めてほしくなかったよね。いやいや、それは止めますよ、全力で。俺もベイノーやりたかっただけですね。悔しかった。言いたかった。今日もお昼11時40分まで生放送でお送りします。
さて、広島市中区元町上空ですけども今傘は平和公園さしてないですね。そうですね、はい、厚い雲に上空覆われてはいますけども今のところ雨は止んでいますということですけどもこの後どんなお天気そして台風はどんな進路でしょうか。音富士さん、はい、おはようございます。おはようございます。今止んでますね。そうですね、今は山沿い中心に雨雲がかかっています。うん、ただこの後広島市ももう一回雨降ると思いますので、はい、昼過ぎぐらいまでは雨降りやすくなります。うんうん、午後2時3時ぐらいになると徐々に止んでくるところも多くなりそうです。はい、その後台風の影響で少しずつ風が強まってきます。はい、なので飛ばされやすいものは今日のうちに片付けておくようにしてください。はい、で気温ですけれどもほとんど日中の気温上がらない見込みです。南部で20度北部で17度の予想で11月並みの気温となっています。うん、もうすでに今このぐらいの気温になってますのでほとんど変わらない見込みです。はい、今日は上着を羽織って外出してください。はい、そうですね、ちゃんちゃんこみたいな上着着なきゃいけないです、ね。はい、いやこれにもさらに上着着てきました。うん、今糸がほつれてると一生懸命カドラ音富士のトーク聞きながらほつれた糸を直してたんです。お乳なのになんで糸がほつれてるんだろうそうですね、カメラさんのような暖かいねちゃんちゃんこみたいなやつ着てた方がいいと思う。そうですよね。はい、はいはい、で明日に関しても午前中は曇りの予想となっています。うん、午後になると南東部福山市あたりで雨が降りやすくなりそうです。はい、広島市はなんとかギリギリ天気持ってくれそうです。はい、ギリギリの言い方がギリギリガールズの言い方だって。ギリギリ発音が変でしたねただ明日は気温が24度ぐらいまで上がりますんで肌寒さは解消されそうです。はい、これ台風はどうなりますか。はい、台風が今現在強い勢力まで発達していまして、うん、奄美大島の東あたりぐらいにあります。はい、この後北上して東寄りへとルートを変える方向へ定まってきました。うん、明日は九州の南東の海上あたりに近づきますので宮崎などね、はい、横山さん地元のあたり沿岸部はちょっと雨風が強まりそうです。はい、広島はで土曜日に四国沖へと近づきますので、うん、その時に風が強まりそうです。はい、うんうん、県内の暴風域に入る可能性だいぶ低くなりましたけれども、風は、はい、注意警戒が必要です。はい、ですのであさって昼過ぎにかけては強いと思いますので傘なども飛ばされないように注意してください。じゃあ広島にとっては最悪の事態は免れているってことですね。そうですね、雨の量はそれほど多くは予想されていないんですが風は強いと思いますので、はい、そこを注意していただければと思います。はい、わかりました。今何か目立った警報や注意報出てますか。はい、注意報の発表はありませんので風には気をつけてください。はい、音富士さんも台風に飛ばされることがないように気をつけてくださいね。そうです、しがみついておきたいと思います。はい、飛ばされやすいと思いますからはいありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。天気予報は音富士さんでした。秋のブライダルシーズン、今年はニューノーマルな婚礼で臨まれる素敵なカップルばかりでしょうね。ところで婚礼といえばお線香という風習の土地柄も意外と多いんだそうですよ。花嫁はお線香を携えて嫁ぎ先のご先祖様にもご挨拶する。一生の伴侶と巡り会えた縁も元をたどればその方のご先祖様から面々と紡ぎ出されたものだから、新しい家族の触れ合いの輪が広がります。思い届ける、心伝える、お線香は日本行動です。お便り様様、このコーナーは日本行動の提供でお送りします。三つママさんです。はい、今週末は7月に生まれた孫のお宮参りとお食い初めです。はい、お宮参りは8月の予定でしたが暑い時期なので少し延期をしました。うん、暑さはだいぶ和らいだんですが今度は台風が心配です。うん、そうだね。うん、なんかこういった自然災害が起こりそうなこと、はい、とかの時ってなんか自分に大事なことがある日に限ってくるよねって多分みんなが思ってんだろうね。思う多分これがあるのになーって。そう、なんでまたここに来るん、これがあるのにって、多分広島県中の全員が何かの出来事をそこに当てはめて思ってたよね。思ってますでもお宮参り大変だよね。はい、でも記念すべきねね、イベントですからね。ちっちゃい子とかマスクできないもんね。ソーシャルディスタンスとかもね、うん、あるでしょうし、だから本当気をつけて、うん、でも記念日だったりとかね、はい、その家族にとって親族にとって晴れの日だったりとかすると思うので、はい、晴れやかな気持ちで行っていただければと思います。僕の作文、私の作文。
はもみじ饅頭の錦堂の提供でお送りします。さっきを紹介するのは広島市立二保小学校から1年生です。鶴橋育人くんの作文、タイトルは花火。花火。二保小学校1年鶴橋育人。夏休みの夜、家族みんなで花火をしました。とても楽しかったです。花火はいろんな種類がありました。一番楽しかった花火は蜂の飛ぶ花火です。これは蜂が空を飛んでいるような花火です。二番目に楽しかった花火は打ち上げ花火です。いろんな色が出てきてとっても綺麗でした。空は薄暗かったです。なんか1年生とは思えないぐらいしっかり落ち着いて、すごい中学校1年生なんじゃない思いますね。俺小学校1年生で花火今日花火をしましたとかで出てくるかと思ったら、はい、花火、いや落ち着いてた。今日は花火をしました。大人だったな。でも今人生を感じましたいやいや1年生で感じセラビー火のような花火でした。でも蜂の花火っていうのが、ね、うん、今いろんな種類があるんですね。本当だね。打ち上げ花火もした、結構本格的だったんじゃないですかね。いやでもこうやってね、あの小学校1年生の時に、はい、夏にやった思い出が作文になり、うん、音声になり、はい、こうやって放送に出て多分録音とかして撮ってるんだろうから、ね、いかに自分が小学校1年生の時に落ち着いてたか本当に大人になってから確認してもらいたいよね。上手でした。今日は広島市立二保小学校1年生の鶴橋育人くん、花火お送りしました。明日は福山市立神楽小学校から3年生の中垣沙和さんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。御前様会議。このコーナーはリサイクルの本田春草商店の提供でお送りします。今週のテーマは中古品ブルースです。はい、福山のカープバー屋さんです。私は古着屋さんが大好きです、うん、たまにハイブランドの洋服が安い洋服の中に混ざっていて、はい、300円くらいで売っているのを見つけるのがまるでお宝探しをしているようでとっても楽しいです。あー、そうだね、うん、俺も一時期ハマったことがあったけど、はい、あの古着が出してくる独特の匂いみたいなあれがダメだなありますよね、うん、古着ならではのね、はい、でも好きな人は本当に古着屋さんしか行かないっていうぐらい大好きですよね、うんうん、ね、なんとなくこう雰囲気も服のテイストもやっぱ古着屋さんっぽい感じだから、うんうんうん、分かるなと思います。なんか古着とかばっかり買って古着ばっかり着てる子で明らかにそういったのが好きだなっていうのが、はい、周りも分かってる子、そんな子に限って次女だったりとか次男だったりとかして、お兄ちゃんのお風呂ばっかりだったんだよなみたいな、はい、子供の頃からだったりするよね。あ、私も次女なので、うん、確かにお姉ちゃんのお風呂ばっかりでしたけど、でもだからこそ古着というよりも新しいものを着たいってそう、あんだけそうお兄ちゃんとかお姉ちゃんのお風呂だって文句言ってた弟や妹が、はいね、今ちょっと古着に凝っててお風呂だからねそれねつって結局ね、そうなんですよね。それから北枕のワニさんです、はい、以前バスフィッシングにはまっていた頃、ダム湖の障害物に引っかかったルアーを回収しては釣り具専門のリサイクルショップで買い取ってもらっていました、うん、中古品でもレアなお品は信じられないほど高い値がつきます、はい、たとえ超過はなくとも戦利品の成果さえあれば万々歳でした。うん、この間新聞に、はい、そのいわゆる釣りの方々が使うルアーがこんなにその池の底というか水の底のところにあって、こんなことになってますよってガーって上がってる写真とかあったけど、まあそうだよねと思うし、でもみんな普通に釣ってたりとかするじゃないですか。で俺たちが、俺タバコ吸うけどさ、タバコポッてやったらもううわーってもうみんな煙出してる時にうわーってするけど、魚釣りしてる人には何が釣れるんですかとか優しいよねまあね、切れてもだって沈んじゃいますから、ね、そうなんだよね。それ考えた時には釣り人にももっとなんか冷たくしてくれた、あのタバコを吸う人みたいにしてくれたらいいのにとかって思う瞬間があるよね今週
プのコーンを残さず飲む方法について。おお、福山の Q さんです、うん、これ想像してほしいんですが、はい、コーン缶の飲み口の少し下をへこますと、うん、コーンが残らず飲めると流体力学の先生がおっしゃっていました、はい、これで確実に飲めます、実証済みです。あとクルミントさんも流体力学以前テレビでコーンの粒を残さずに飲むコーンスープ缶の飲み方、うん、飲み口の下あたりをへこませて飲むと粒が残らずに飲めるそうですよ、うん、試したらまたメールしますね。でもコーンスープとかの缶がちょっと固めなんだよ、ね、あー硬いですね、うん、そうですね、あのペコンペコンじゃないんだよね、お汁粉とかもそうですもんね、うん、あの流体力学とかの先生はろくなこと言わないからね。そんなことないですよ、あの人たちは専門家ですから。あのウルトラマンがあのスピードで飛んだら首が取れますとかって言うんだよ夢がねえわと思うんだよね。また広島市内も雨が強く降ってきましたけど、はい、そうですね、そんな中、ええ、リスナーの方から横山モードでお菓子をいただき、はい、すいませんこんな雨が降る中にとかって、違うんですよ、あのタイムテーブルを取りに来たんですって言われてタイムテーブルに乗ってるのは俺ですよねと思いながら、はい、時たまいるじゃないですか、あのカープのファンとかでも選手とかに会ってちょっとサインをもらっていいですかつって、でサインもらった瞬間に選手との対応よりもその自分がもらったサインの方が大事になって俺言うの忘れて帰るみたいないらっしゃいますけどね、横山さんに気を使わせないようにそうやって言ってくださったんだと思いますよ。いや全然俺には興味がなかったみたいです。いやいやそんなことないです。いや違うんですよって、いや否定しなくていいじゃねえかって確かに。だからね、ケンケンペインさんです。はいはい。僕は先月から毎月小さな目標を立てて過ごそうと決めていて、うん、9月は正しい姿勢が目標でした、はい、気を抜くと猫背になっちゃう時もありますが随分と姿勢が改善されてきました、うん、10月はトイレをきれいにが目標です、はい、今毎晩トイレ掃除をしています。あ、素敵なことですよね。そうだね、うん、でも猫背ですか、痛くなる、はいね、ちょっと気が緩むと猫になりますっていう人もいますよね。ゴロニャーンって言って、まあ、ゴロニャーンって、まあ、本当にこの甘えん坊さんはっていう人がいるよね。好きな人だと可愛いんですけどね。好きじゃない人だとこうイラッと。ドラ猫がこの野郎。はっついけってね。人による。トイレをきれいにね。はい。トイレとか、あと玄関とかはきれいにしなさいねって必ず言われますよね。はい。言われます、うん、いい運気がねやっぱこう巡りますって言われますよね、はい、俺昨日あの監督した映画愚か者のブルースの編集で、はい、もうだいぶ全貌が明らかになってきましたみたいな、もう今ちょっとずつ微調整してますぐらいまで来てんだけど、はい、その編集ルームのトイレに一歩前って書いてありますね。あ、はい、垂れちゃうんですよやっぱどうしても。カメラもそうでしょ、ほらいやごめんなさい分かんないです、男子トイレ事情わかんないです。あ、一歩前に出ないと垂れちゃうんですよ、はい、その便器の中じゃなくて外にちょっとポタポタって落ちちゃうんですよ、はい、ポタポタ焼きみたいになっちゃうんですけどやめてくださいわかるでしょ、つなげないでください。ポタポタ焼きは好きですけど、ポタポタはわかんないです。あ、そうですか、はい、河村もよくずっとポタポタならないです。あ、そうなんですね、へえ。今河村が喋り出したらものすごい空気清浄機がなんか赤ランプついてますよ、ぐわーって川村が喋り出したらねいやでも分かんない、横山さんの嘘発見機でしたいや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 横山さんの話に対してすごい同意したのかもしれないそう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 みたいな。最近コロナ対策でスタジオに空気清浄機がね、入れられてるんですよ、はい、そう、どのタイミングでこう騒ぎ出すか分かんないんですよね、川村がなんか嘘をついた瞬間に。嘘ついてないし、ぐわー事実しか言ってません、そうなんかつきません。マー君さんです、はい、今朝6時頃から5キロ近くウォーキングをしてきました、うん、すごく肌寒かったのですが途中の沿道の植え込みで金木犀の花が甘い香りを漂わせていました、はい、金木犀の甘い香り嗅いでいるとついつい心がほっこりと癒されます。金木犀はほんとすごいよね、すごい、むちゃくちゃ遠くでもあれ下って思ってくれそっちじゃないよ、その匂い、金木犀があるねって思うよね思います、どんなに遠くでもふわっと香くる、しかもそれが分かりますもんねで甘い本当にいい香りがするじゃない、本当にいい香り、うわトイレにいるような気がするって、いやいやいや、お手洗いの香りではまた違います
あの人工的なものではなくて、うん、本物の金木犀の香りならではのものがあるんですよね、はい、うん、川村って週末とか休みの日とかってどんな生活してるんですか、はい、今は、うん、まあ家にいることの方が多いですけど、はい、ちょいちょい外にも出るようになって、うん、まあ一人ですけど、はい、あの100円キーツに行ったりとか、あ、しそ丸的なやつねいやいや本当にいいですよ、うん、楽しいです。この間しそ丸の前回金曜日聞いてたらさ、はい、うん、オープニングから10分ぐらいずっと100円均一で買い物をすごいしたっていう話ばっかりしてた、うんうんうん、へえ。なんか卵、はい、ゆで卵にするときに、はい、これをプンってやってたら、うん、ゆで卵を作った後に、はい、皮がプラッと取れますよとか、はい、ありますね、見たことあります。なんかもう卵にまつわるものばっかりを買って、うん、すごいですなーとかって言ってた。卵にまつわるもの、卵のものばっかり買って本当は便箋を買いに行ったんだってなのに気がついたら違うもの買ってたって。そういうことなんです。知ってる、アメリカってもうレジの前に甘いものを置いたら違法になる州が出たんだよ。そうなんですか。もう肥満がすごい、もう国を挙げての問題なんだって。はあ。それでその理由が、スーパーがレジの前に甘いものを置くからだっつって。いや、そう。で、衝動買いするんだって。あーと思って、最後、レジが終わる瞬間に、バッてこうやって、バッてやるんだって。気持ちわかりますね。だから、何州だったかな、うん、どっかの州。どっかの州でもう違法になったの。へー。知らなかった。でも確かに気持ちはわかりますよね。わかる。塩大福とか。俺は黒糖饅頭。あ、黒糖饅頭ありますね。あとチロルチョコとかもこれもって思っちゃう思っちゃう。それが国の肥満を引き起こしていると言われた、うん、わかんないですね。俺ね、なんで週末の話聞いたかっていうと、はいはい、さっきウォーキングのメールだったでしょ、だからさ、今手島がねすごいウォーキングしてんの、はい、のようですね、はい、で昨日も3時間歩いてたんだって、うん、徘徊だよね、もう3時間歩いてたんだって。時間は長い。で昨日かな、おとといか、うん、おととい喫煙所で先輩昨日歩きましたって言われて、歩いたよっつって、俺も今日常になってるからね、歩くことがね、はい、だから別になんか自慢することでもないわぐらいのいつも通りのことだわと思ってたら、うん、俺昨日2万歩歩いたんですよ。やっぱ来ますね体にアスリートですかみたいな、来ますねやっぱり体に2万歩っつって、先輩2万歩って言ったから、俺2万歩ってないな、1万8000とか9000とか、そのゴルフ行ってで夜もウォーキングするとそのぐらい行くけど、2万はなかなかないなとかって、はい、俺昨日2万超えて、やっぱ来ますわ体に、だからちょっと今日休みますって言ってたら、でそれが2日ぐらい前の話だった、はい、で今日朝来てすぐに第一声が、俺昨日3時間歩いたんですよねみたいな、知らんわと思うんだよ。お前の日常に興味もないしお前の健康にもお前のスタイルにも何の興味もないと思うのに、俺3時間歩きましたみたいな、はい、言うから、うん、イライラきて、まあ、横山さんみたいにその日常になってしまえばいいんですけど、はい、うん、多分始めたての人って誰かに褒めてもらわないと続かない気がするんですよね、はい、うんうん、だから多分手島さんは今誰にも褒めてもらってないから、はい、せめて同じ苦しみを味わってる横山さんにはこの苦しみを味わってほしい、共感してほしいっていう、うん、まあちょっとめめしい感じの、そうだよね、めめしくてめめしくてめめしくて手島ですみたいになってるよね。わかんないけど、で昨日もほら、はい、明日金曜日、うん、タイタンシネマライブ、はい、があるじゃないですか、はい、で東宝シネマズ緑で夜7時半からなんけど、はい、うちの会社から東宝シネマズまでって何キロぐらいあるんですかねっつって、おーいやー、でいや意外とあるよとかって、だからそうっすか、いやあれだったら俺歩いてちょっと行ってみようかと思って、だから台風来るせえったらそうかっつって橋のところで飛ばされちゃうかもしれない粒濡れで来ればいいのにと思ったけど台風台風とか言ったらそうか台風か、ね、いやどのくらいあるのかによっては、うん、歩いてもいいのかなと思ってとか言ったから、じゃあ帰りに歩いて帰ればって、行きはあれだからあ帰り歩けばいいじゃないっつったら、でもあれでしょ台風なんでしょっつって
歩きたくないんじゃない。すぐさどっからどこまでみたいな話したらそれ何キロあるんですかね必ず言うの。言うでしょ。言ってた、先週も言ってました。それ何歩ぐらいですかとか。この RCC のある三角巣、うん、三角巣って一周歩いたら何歩ぐらいなのかなってRCC がある三角巣結構大きいですよ。 RCC を三角巣と思ったことがないよねある場所がねどこからどっかどこまでの話をされてるんだろうなと思ったんだけど、まあでも今とにかくね、はい、ウォーキングに力を入れている。川村は本当に運動は何もしてないの？運動ほぼしてないです。でも最近ちょっとあのプランクっていう腕立て伏せみたいなのを家で何回か始めました。体幹ね、また、うんうんうん、はい、でもそのぐらいですね。なんかさ、はい、どっか通ってなかったっけ、お金払ってなかったっけ。2年ぐらい前にジムに入会した。そうだよね、はい、あれどうなったの。1年で5回しか行かずに、うん、大会しました。やめたんだ。やめました。だからその 1ヶ月1万円だったんですよ、うんうんうん、その入会金とかは無料にしてもらえる代わりに1年間は契約してくださいねっていう内容のもので、わかりました、よしこれで頑張っちゃうぞと思ったんですけど、うん、最初の2ヶ月に5回行きました、うん、それ以降全く行かずに10ヶ月。で12万円払ったんでしょ。そうです、12万、うん、でも割る5で換算したら結構1回が高いですよ ね、 よね、1回2万ぐらいの換算だよね。そうですそうです。だからもう本当に肩で風を切ってジムの中では歩けるぐらいだったんですけど、うん、もう全部裸になって俺見ろ見ろこらとかって鍛えんでもこの体でみたいなこのジム私が支えてるんだぐらいの気持ちにはなりますけど、うん、でももうそれはもうそれでもあ絶対続かないと思ってでもなんかこう泉水さんもそんな話をされてた気がして、うん、してたしてた。で私もして、うん、で多分淵上ちゃんとかも、はい、多分ジムには一回入ったけど何もせずに大会しちゃったみたいなことを聞、うんうん、ちらっと聞いたことがあるんです、はい、だからやっぱこの職業やってたらジムとか続かない。職業じゃないと思うよ人柄だと思うよ。いやこの職業やってたら多分続かないんだと思いますだってこの職業をしててもすごいいろんなことしてる人とかいるじゃない、はい、いますね、とか自分の職場、はい、リスナーで言うと、で自分もさ家帰ってじゃあ何するかって言うと飯食ってビール飲んで寝るぐらいのテレビ見て寝るみたいなぐらいだってするじゃない、はいはいはい、だけどその間にちゃんとなんかほらあの資格取るために勉強してる人がいたりとか、うんうん、習い事してる人がいたりとか、あとはなんか内職してちょっとだけお小遣い稼ごうとかする、はい、だからすごい時間を使うのがうまいように見える人がいるよね、はい、います、います、すごいです。だから運動系に関しては何にも続いてる、はい、免許取ったじゃん車の、はい、どうしてんの運転してる。免許は持ってます、はいはいはい、財布の中にあります。はい、はい、え待って身分証明書として取ったわけじゃないよね違いますちゃんと違うよね、はい、ちゃんと運転しようという気持ち気概を持って取りました。最後に乗ったのは、うん、去年の夏。へえ、もう1年以上経ったね周防大島で、周防大島でお父さんを乗せて運転させてもらいました、うん、へえ、はい、じゃあ一人でどっかに用事があるから乗って行ったってことはないんだ。ないですないです、怖い。へえ、何のため取ったかね本当にあれだけ本当にいろんな方にお世話になったのに、しかもあんだけ番組で大々的に免許か免許かってずっと言ってたのに言ったのに、やっぱどうしても車を買うとか駐車場を借りるとかなると、うん、ハードルが高いと感じちゃって、うんうん、ねえ、そうでもダメだなと思います。本当に感覚取り戻していかないと。いや本当に川村、本当にお前の生活はダメだと思うそんなこと言わないでください。コロ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 してさ、いやそんなこと、ただ集まれ動物の森だけは続いてるただ誰とも繋がってないんだよね。繋がってないですけど自分でだけやってんだよね、はい、毎日釣りして、うん、で化石掘ったりとか、うん、雑草抜いたりとか、はい、木を揺らしたりとかして住民とお話ししたり服着替えたり、うん、毎日してます。それいわゆるさゲーム上じゃなくって、はい、本当に日常でやった方がいいと思うよ気が済んじゃうんですかね。そうすると、はい、体を動かしてるみたいな感じが、そうですね、手島みたいになるんだよ。確かに、あそこからあそこまでは何キロかなみたいな。手島さん今アクティブですもんだって、ね、ちょっと髪切られてました。そう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 、ね、聖子ちゃんカットにしてるよねまたね聖子ちゃんカット、聖子ちゃんカット、あれ聖子ちゃんカットなのかな、うん、あの後はちょっとショートカットでロックンルージュの時の聖子ちゃんにするんだっつって、あ聖子ちゃんを追うんです、ね、うん、基本的には聖子ちゃんでいきます。あそうなんですね。ああ今馬様がね、はい、中森明菜カットにしてるから。いやいやしてる似ても似つかない
1980年代アイドルをね、みんな締めていこうみたいな感じみたいです、ね、遡っていきたいっていう感じがあるんですね、うんうん、はい、なるほど。サラもね、今日はね、夏色のナンシーの時の早見優の格好でいますからね、絶対分かってる、こういかないイエスっていう時の格好でアルバイトがいますから。いや、ごめんなさい、わかんない、全然格好浮かばないです。あ、そうですか、はい、ゲストの月山翔さんとか、今日寺尾明の格好でいますから、サングラスしてます、してない でギター持ってますか、してない、トゥトゥルルン、トゥ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 ルン、トゥルトゥン、トゥルンで、いつ歌うよお前みたいな。いいえ、ジャケットにおしゃれなブローチをつけてらっしゃいます。さあ、この時間になりますと、はい、午前様クイズの答え発表ですけども、その前におさらいということで、今日は川村から問題を出してもらいました、はい、はい、中古品ブルースというテーマなんですが、うん、小学生の時にカードキャプターさくらというアニメにハマっていて、はい、でその中で羽の生えた黄色いネズミ、まあ、妖精なんですけど、うん、ケロちゃんというキャラクターがとっても好きでした、はい、ゲーム、そのケロちゃんのゲーム手帳っていうのがあって、うん、まあ、こうたまごっちみたいな雰囲気なんですけど、はい、おやつをあげたり、うん、お風呂に入ったり、あとたこ焼きゲームしたり、うん、お散歩したりとか、いろいろできる電子ゲームね、電子ゲーム手帳を持っていました、うんうん、はい、でこの間久々に実家に帰った時に、母がそのゲーム手帳に改めて電池を入れ直してくれていて、で液晶もしっかり生きてて、すごいよね。でそれでそのゲームで20年ぶりぐらいに遊んで、うん、すごく懐かしい気持ちになりましたが、うん、そのケロちゃんのゲーム電子手帳の他にもある嬉しい出来事がありました、はい、さてそれは一体どんなことでしょうというのが今日の問題です。ナックちゃん、ありがとうございます。河村さんは昔のゲームを見つけてしてみたら、はい、昔できなかったところがクリアできた。あー、でもそれはあるかもしれない、うん、なんか時が経つと突然できることってありますよね。あるよね。逆上がり、私そうでした。お、小学校5年生までは全然できなかったんですけど、うん、小5のある日突然、はい、グランって回れるようになって、お、そっから逆上がりができるようになりました。俺はね、竹馬を子どもの頃するときにすごいよしと思ってやんなきゃいけなかったの、だけど大人になってから取材先に竹馬があったの、はい、で、わあ懐かしいなと思って乗ったら、はい、トン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 って乗れて、あ、子供の時すごい気合い入れてやってたのに身についてんだなと思った。ねえ、うん、だから重心がちょっと変わっただけでとかがあるんでしょうね。 あるんだろうね、きっとね、うん、あとね、秋生まれのおばちゃん、はい、ありがとうございます。川村さんが小学校の頃遊んでいたゲーム手帳に関して嬉しいと思ったこと、それは本体だけではなく、え、ちゃんと箱も残っていた。あ、それは保存状態素晴らしい、うん、もう鑑定団に出すためだけみたいなやつね。いや、鑑定団に出してもこの年代のものはそんなにはつかないと思うんですけど、でもちゃんとやっぱ時は経ってるなと思って、うん、ちょっとこう黄ばんでたりとか、はいはい、プラスチックのところがなんかちょっとこう古くなってるなっていうのは思ったんです、うん、あのさ、昔のゲームとか、うん、昔の電子機器とかって、はい、機械はちゃんとしてんのに、その機械と機械の接地面とかに貼ってあるスポンジとかがダメになってんだよね。そうですね、うん、あとゴムが劣化したりとか、はいはいはい、するんですよね。あと電池入れるとかがバカになってたりとか、あ、入れてた電池が液漏れしてたりとか、ネジがちょっとおかしくなってそうなの。なんかメインじゃないところ、なんかサブでついてるものがダメになっていくんだよ、はい、すごくわかります。で、うん、そのこう変え方がわからずにそのまま使わなくなったりするんですよね。俺の今乗ってる車とかも、はい、まあまあ年代物なの、だそれとかもエアコンつけるじゃん、だエアコンの中に入ってたフィルター代わりになってたスポンジがずっと飛んでくるの。スポンジ飛んでくる、スポンジが飛んでくる、スポン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 スポン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 って息してる。ちょっとスポンジがカッカッて喉に引っかかって、スポンジがずっと飛んでくる。それは修理に出した方がいいです。まあまあいい値段する車だからちゃんとしてくれよとかって思いながら、スポンジが飛んでくる、スポン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 って。ダメになるんで。それはかわいそう、大変です、それは。あとね、はい、九本寺清志郎。ありがとうございます。河村さん。はい。が、懐かしいゲームをしているとき、もう一つ嬉しかったこと。それは、メルカリで。お、意外と高い値段で売買されていることが分かった。やっぱあの、これメルカリでどれぐらいするんだろうと思って検索しちゃったんです、うん、したんだね、もう、ね、したんだね。そしたら一番高くて9800円。あ、でもまあまあするね。そうです。でもそれはすっごく綺麗な、うんうん、それこそ箱もついてるような保存状態の素晴らしい、はい、さっきさ、俺がさ、あ、なんか、あ、箱鑑定団とかねとか、ああそれはでもこの年代のものは全然ですからとか言って、ちょっと私全然そういうこと興味ないですみたいなふりをしたよね。一回俺を否定したよね。違う違う、売ろうとは思ってないんです。値段調べたんだよね。値段は調べました。え、
これやっぱどれくらい今すんのかな、結構貴重なもんなんじゃないかな意外とと思って調べましたけど、売ろうとは思ってないです。だから一番高くて9800円、これすっごくもうピカピカの状態なんです、うん、であとは4800円とか、はい、あとすごく古そうで980円とか、うん、そのぐらいのものがありました。俺そういえばさ、今アマゾンかなヤフオクかな、うん、楽天かなんかで、はい、俺がちょっと前に出した本、生涯不良が出てたの、はい、でさ、その検索ワードみたいなやつに横山裕二、RCC、うん、アナウンサー、うんうん、天才、うん、太田光の友達、角川春樹の子分って書いてあって、もうどんだけのワードでこれ引っ掛けようと思っとんやって、2000円で売ってたけど角川春樹さんの子分って検索する人いないでしょなんだこれと思って、どんな検索ワードでこの商品を売ろうとしとんやと思って、太田光の友達、角川春樹の子分って雑すぎるわ。すごいの広げ方がだいぶ雑でしたね。すげえんだよなあとね、オースの旦那、はい、ありがとうございます、カムラさんが昔のゲームで遊んでいた時にもう一個あった、はい、嬉しかったこと、友達の連絡先が書かれたものが残っていた。あー、まあでもそうですね、うん、あの小学生の頃は年賀状とかを送るために、はい、友達にプロフィールカードみたいな真っさらのものを渡して、でそれに書いてもらって自分でこうファイリングとかしてました。それが流行ってました。名前、住所、うん、あと家の電話番号。虫キングみたいなやつ。虫キング、虫キング知らないのカードキャプターさくらは、はい、カードキャプターっていうぐらいだからカードとかで遊ぶわけでしょ、はい、カードとかで遊びます。虫キングも、虫ゲームみたいなのがあるの、カブトムシとクワガタとかが戦ったりとか、はい、でそのゲームをやり終わるとカードが出てくるの、はい、でそれに強いカード、うん、弱いカード、だキラキラカードとかが出てきたりとかして、それを持ってるとすごい強いの。それで遊ぶの。遊ぶの子供たちが、あいつすごいね、保ってるぞとかつって。子供にとってはね。たまんない。そうですね、うん。でもプロフィールカードはやっぱ違うんですよ。その、うん、その友達に自分で書いてもらう。で好きなタイプとか、うん、好きな食べ物、嫌いな食べ物とかすごい詳しく裏表で、うん、もうあの病院の問診票みたいな感じで、あなるほど、それがちっちゃくなったみたいな。初心ですかって言った時に書くやつねそうです、これ書いてくださいって言われる時みたいなのもちっちゃい、うん、でデザインもいろいろあって可愛いものとかがあって、うん、でそれを自分でファイリングして、うん、で友達からこう集めたりとかしてました、うん、で送り合ったり。それで子供の時に熱中したものとか、うん、今見たりとかするとよくできてるよねっていうか、子供が興味湧くように作ってあるよねとか思うよね。色使いとかね思います。三原の土井ちゃん、ありがとうございます。河村さんがゲーム機で懐かしいと思ったこと、はい、それは当時の音声が残っていて自分の声が聞けたのではないでしょうか。確かにそのゲーム手帳に録音機能とかがあったらね、うん、遊んでたでしょうけどね。俺が持ってるさ、はい、家にあるトイストーリーのバズライトイヤーと、カーボーイ、はい、ウッディ、うんうん、足にアンディって書いてあるんだっけね、うん、ウッディとかは、はい、日本語で喋るバージョンなの。だから所ジョージさんと唐沢俊明さんが喋るバージョンなの、はい、高いんだよ、うん、他のはなんか なんとかもーなんとかもーとかって英語なので、英語はトムハンクスかなんかなんだよね。あ、でもトムハンクスじゃない人が喋ってるんだって。へー。で日本版の何個一番最初かなんか出たやつが本当に本人たちが喋ってる、吹き替えの人たちが喋ってるらしくって、はい、それがうちにあんの。うん、高いって言ってた。貴重なんですね。じゃあちょっと箱取っとけばよかったね。いや、やっぱ箱って大事箱は大事。箱がついてるぜ、箱がついてるぜって言いながら歌いながら売りたかったね。福山の舘ひろし、はい、ありがとうございます。川村さんが20年ぶりにケロちゃんゲームのゲームをやった時嬉しかったこと、はい、それはそのゲームをやっていた頃と同じように久しぶりにお父さんと楽しく会話ができたから。あ、自分の家でだけやりました。あ、自分の部屋でだけしました、うん、なんか全然喋ってないです。喋ってあげてくれ喋ってない。喋ってあげてくれ。私は2階にいて、あんだけさテレビで笑ってる人が家で笑わないっていうことが親にとってどんだけしんどいか。いや、それはそれで家の私がこれですから、うんうんうん、おかしいな、あんな笑ってんのにな。いや、いいんですよ。笑顔は会社で、うん、こう身につくものなのか、ちょっと会社に置いてくるものなのか
どっちなんだろうなって多分お父さん思うから。どっちでしょうか。家には家の笑顔があります。うん、はい、うん、と産むんじゃなかったって思ってるかもしれない。どんなことないはず。外面ばっかりこいつ。それは確かにそうです。シモティーナ、ありがとうございます。川村さんが20年ぶりにケロちゃんの電子ゲームをやった時に嬉しかったこと、はい、それはハイスコアを出したプレイヤーの名前のところにセックスとSEX と書いていた自分にはぁと思った。そんな小学校 2、3年生の時にそんなことに興味を持ってないです、うん、もう今はもうパンパンにやりました。誘導尋問ですね。違います。今全然招き寄せなかったのに近づいてこようとして。どうこのメールを処理しようかっていうところですごい悩みましたけど。さあ、はい、川村愛菜、嬉しかったこと一体何だったんでしょうか。そのゲーム手帳、実はクリスマスにサンタさんにもらったものだったんですが、うん、その時にサンタさんからもらった手紙が一緒に出てきた、うん、へーっていうのがすごい、これあったな、すごい嬉しかったな、サンタさんから手紙もらってって思って撮ってたのを、うん、そういえばサンタさんとずいぶん喋ってないなって思わなかった。いや、まあ私も大人になりましたからね、うんうん、サンタさんは子供たちのためのものですから。あ、うん、そうなんです。私ずっともう何年サンタさんに冷たくしてるんだろうと思わなかった。いや、サンタさんには冷たくはしてないですよ、うんうんうん、本当に。そうです、そうです、もうありがとうございますっていう、はい、ケロちゃんの電子手帳くれてありがとうございますっていう気持ちで今もいます。うん、はい、28年間育ってくれてありがとうございますサンタさんって思ってますか。いや、まあサンタさんに育てられたも同然ではありますけど、サンタさんでも世界中の子供たちを育ててるみたいなもんだから、もうやっぱ夢と希望を与えてるわけですからね。本当お父さん産むんじゃなかったなこいつって。いや思ってないとお願いたい。ということで、はい、正解はその、ゲームをくれたサンタさんの手紙も一緒についていたでしたけど、はい、おー、手紙があったと答えてくださった方が何人かいらっしゃると。まあまあいたっていう、はい、いうことでしたので、じゃあ今日はその中からお一人の方に釜狩り物産から天人の模試をギフトセット3000円相当をプレゼントします。当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさんありがとうございました。スポーツ一直線。このコーナーは永遠の安らぎを真心でお手伝いする宮奥総裁の提供でお送りします。セパ両リーグ合わせて昨日6試合が行われまして、セリーグマツダスタジアムの広島対阪神は9-3、広島が勝ち、今シーズン初の4連勝を飾りましたよと。はい、4連勝、はい、今シーズン初めて。遅かったねとは思うけど、う、ね、まあでもほら新しい戦力を試しながらとか、今まで去年だったらそのレギュラーとか先発で投げるはずではなかったみたいな選手たちが続々と出てきて、そうですね、での連勝だったりとかするので、ひょっとすると新しい形で勢いがちょっとついたとか流れができたのかもしれないなとかって思ってて、で今ねほらロッテの選手がコロナに感染して、一軍の選手がもうブワーっていなくなって、で若い選手がどんどん出てきて、で昨日ももうなんか本当に新しいチームが出てきたぐらいのスタメンだったのね、はい、でもすごいみんな活躍したの、はい、ああいうの見ると、あ本当にこういうのをきっかけにするんだろうなって思うし、こういう時にあ新しい人たちをこうやって並べてみるとこんなことがあるんだっていうこと、だから試さなきゃダメだってことよね、うん、であいつ二軍で調子いいんですよっていう選手がいたら、じゃあ上げてみようか、打たしてみようか、まだかとか、はい、みたいなこと試さずに、いやいや一軍のレベルまでになったらあげようって言ってたら腐るんだよね。だからやっぱちょっと若いうちぐらいにバンバン使っていったりとか、うん、試してみたりとか、そうすると本人もやる気が出たりとかするので、はい、やっぱ何事もスポーツに限らず職場でも何でもそうだけど、やる気っていうのを出させることが指揮官だったりとかオーナーだったりとかすると思うの、はい、まあ、会社の社長だったり部長だったりみたいな人たちがちゃんとそれを若い人たちにもチャンスを与えるみたいなことをしない職場って必ず水が腐るから、うん、あ今カープ水回り出したみたいな感じがするので、とっても楽しみです。御前様通信。世の中の
気になる出来事や流行、生活に密着した情報をお届けするこのコーナー。この番組では定期的に臓器移植について考えていますが、今月は臓器移植普及推進月間ということで、県内各地で啓発イベントが開かれるそうです。今日はその一環として開催される広島グリーンリボンミュージックライブ2020について、シンガーソングライターの月山翔雲さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。1年ぶり。そうですね、ご無沙汰してます。どうですか、このコロナ禍においてミュージシャンの皆さんは。あ、もう、まあ、皆さん大変だと思うんですけど、 ある意味でもこう状況、時代が変わったというか、うんうん、結構やっぱインターネットを通して配信ライブであったりだとか、リモートでミュージックビデオを作るであったりだとか、はい、まあ、進化はしていってるかなというふうに。月山くんって、はい、広島を捨てて東京行ったんじゃなかったっけ。まあそうかもしれないですけど、広島捨てたよね、去年か一昨年か、ね、行ったり来たりをしました。そうだよ、なんか、はい、インスタとかフェイスブックとかが東京の写真だったもん。はい、実は今年明けて1月に上京したんですけど、うん、行ってすぐコロナにいやなりまして、うんうん、はい、で一時期行ったり来たりはしてたんですけど、うん、まあちょっと難しくなってきまして、うん、この度帰ってきました。はい、あ、そうなのね。そうなんです。やっぱでもそういう人多いんだろうね。本当、ね、コロナウイルスに阻まれてっていうところも大きいですね。大きいですね、やっぱり。はい、でもこうやってね、広島帰ってきて、はい、で自分がイベントやりますよとか、はい、なった時にこうやって出る番組があったりとかすると、やっぱり広島っていいなとかって。いや、もう本当にありがたい感じです。言わせてる。いや、本当に広島一回捨ててるからね。そう、ずっと言われるな、多分。そうですよね。そうですね。で、これまで、はい、午前様様では、はい、腎臓とか肝臓の移植を経験した移植芸人と言われている萩原正人さんの、お話を伺ったりとか、はい、イベント参加させていただいたりとか、で、あとは、森原大樹さん。って言って、はい、移植をねずっと待たれてたけど、はい、なんかうまくいったみたいですね。そうなんです。あ、移植手術も成功しまして、うん、で今元気に、はいはい、生活もしてますね。はい、でそのグリーンリボン、例えばピンクリボンとかだったら乳がん検診とかだったりするけど、はい、グリーンリボンってその移植を私は OK ですっていう方々 の、 そのピンバッジがあったりとか、証明する用紙があったりとかして、俺はいつも言うけど、俺が万が一何かで死ぬことがあったら、はい、全部持っててくださいって言って、スーツとか着るときは胸に、そのグリーンリボンの、ちゃんと印をつけて、で、動いてたりとかするのね。だけど、こういったことを皆さんが、するしないじゃなくて、話せたらいいよね。っていうことをやってるけど、まさに月山さんがされてることってそういうことなんですよね。そうですね。まあ、おっしゃる通りで、まずは知ってもらうことからできればいいなということで、僕自身ももともと知らなかったんですけど、まあ、この彼が、森原大樹さんが、そういった病気になって、グリーンリボンというものを教えてもらったんですね。はい、で、そういった中で、意思表示をまずすることを、考えてみませんかという。はい、で、先ほど横山さんおっしゃったように、提供します、しません、両方ともが尊重されるという、うんうん、このコンセプトにすごく僕は共感できてですね、はい、それぞれの意思でまずは主張することから始めていきたいなっていうのを僕らがこう広げていけたらいいかなと思います、ね。はい、俺もだからその移植芸人の萩原さんと話して初めて知るわけですよ、はい、その万が一自分が亡くなった時よ、まあ、縁起でもない話だけど亡くなった時に、はい、いや実は亡くなった方の臓器から助かる命がいっぱいあるんですっつって、でちなみに何個ぐらい助かったりするのって、その自分の臓器の中で、はい、たら、いや、いくつもありますよ、つって。だから、5個も6個も7個もあるんですよね。はい、待ってらっしゃるのが。そうです。たら、じゃあ持って行ってもらった方がいいですよ。だって、お礼の代わりに生きてくれるんだもんね、とか、ちょっと思ったりとかして、はい、ああ、いい話だよな、とかって思ったけど、なかなかでも話しにくかったりするんですよね。そうなんですよね。うん、やっぱりどうしてもこう、死と隣り合わせの話になってしまうので、はい、なかなかこう、イメージも湧かなかったりだとか、あと、自身が提供したいと思っても、今度家族に最終的に委ねられるので、はい、例えばそこで家族が、いや、やっぱりちょっとってことで、うん、ノーということもできてしまうので、はい、なかなかそう思い通りにいかない場合もあったりはすると思うんですけど、うん、まずは自身のやっぱり思いがどうであるかっていうのが、まあ、尊重されるというところですね。はい、で、それを、知っていただきたく。っていうことで、はい、またイベント開催だったりしますけど、はい、今年はいつどんなイベントになるんですか。はい、今年はですね10月17日土曜日にですね、はい、今回で4回目に
あの4年目になるんですけど、うん、これまで通りあのライブミュージックライブという形でさせていただくんですけど、はい、あのコロナ禍の中なのであのどうしても人数制限をですね、させていただきながら、今年は YouTube でのライブ配信も、同時に行いたいと思ってます。お、はい、今チラシをね、はい、あのいただいて見てるんですけど、はい、ケンタ木原出ますよ。あ、そうなんです、今回初出演、ね、レイワンダフルのケンタ木原ですよ。レイワンダフル、レイワンダフル、おお、はい、聞かせていただきましたね。いや、ケンタ木原ちょっとまた呼んで、レイワがワンダフルじゃないんだけどってことをちょっと今のところ言いたいよね。その件についてどう思うんですかって言って、あとあのお姉様にも以前来ていただきました、はい、キーボーディストの角舞子さん。そうです ね、はい、毎年角ちゃん、はい、しかもロングヘアだったのにショートヘアになってる。そうなんです、バッサリいきましたね。ね、じいちゃんも短くして、それ角ちゃん。そこですか、角ちゃん来ない。でも本当たくさんの方が出演されるんですね、はい、そうですね、皆さんやっぱりあのこういったグリーンリボンのことを話しされると、うん、あのまあ、初めて知った方もいらっしゃるんですけど、はい、やっぱり毎年毎年あの一緒にやっていきたいっておっしゃっていただいて、はい、あのボランティアで参加してもらってます。でもこれをだから取り仕切ってるのが築山さんってことなんですか。あの取り仕切ってるというと本当にあのまだまだそんなことはないんですけど、皆さんにご協力いただきながら、はい、あの力をお借りしてます。すごいね。なんかさ、俺本当にあの東日本大震災があったりとか、はい、もっと前で言うと阪神大震災があったりとかして、はい、あのぐらいからやっぱなんか俺たち放送人とかの意識も変わってきたし、 はい、ある意味人としてちょっと変わったよねっていうところがあって、今まではまあ我が我がっていう人たちがアナウンサーになったりとか、はい、表に出る人だったりとかするし、歌手とかもそうだろうしとかって思ったけど、そんな人たちがまあそうやってしてもらってから自分にできることをなんかしたいよねって実はリアルに思ってんだよねっていうところがあって、でもそれってなんか伝えにくかったりとかやりにくかったりするけど、こういう自分が納得趣旨とかに共感できるものとかがあって、そこになんか携われるって実は嬉しかったりしますよね。そうですね、うん、やっぱりこうミュージシャンだけじゃないとは思うんですけど、うん、特にミュージシャンはこう何か自分で発信したいという気持ちが多分強いと思うので、はい、その中でやっぱりやるなら何か誰かのためにということで、うんうん、あのそこを追求してくれてるのかなっていうのはすごく感じますね。あ、だからほらふるさとっていうかまあね、お世話になった広島を捨てて そこに戻ります。一切情っていう概念がない築山くんでさえグリーンリボンはちゃんとしなきゃって思うわけだから。この塊ですよ。いやいやいや、そんなそんなそんな、本当に、表面の情みたいなの全部置いて生身で東京出て行って野心むき出していった築山くんでもグリーンリボはちゃんとしなきゃと。そりゃそうですよ、もちろん。何とでも言ってください。ここまで来たらもう、いや東京でもグリーンリボの活動しようと思ってあの動く予定だったんですけど、うん、やっぱりなかなかあの関東方面はちょっと難しくてですね、今年は断念ということだったんですけど、あの本来であれば実は島根鳥取でも、うん、あのグリーンリボンの今動きが、はい、あの徐々にあったので、はい、そういったところでも本当は音楽ライブやりたいねという話ではあったんですけど、今年はちょっと、はい、あの中止というか延期させてもらうことになりました、うんうん、ね。でもあの楽しいイベントだったりとか、楽しいそして意義のあるライブ配信になると思うので、はい、ぜひ気になる方は10月の17日土曜日、午後3時から5時までということになっていて、はい、これがあれなんですね、定員で30人ぐらいの方は入れたけども、はい、いっぱいになっちゃったんですね、はい、そうですね、予約はもうあの受付終了という形で、はいはい、なりましたので、はい、ぜひあとは YouTube でのライブ配信を見ていただけたら嬉しいです。はい、はい、何か言い残したことはないですか。はい、まずは皆さんグリーンリボンという、このワードだけでも覚えていただいて、そこからあの興味持っていただいて、意思表示をする中で、まあ、ご家族の方々で一度お話をしてもらえるきっかけをあのきっかけになれば嬉しいかなと思ってますので、はい、ぜひ YouTube ライブもご覧ください。はい、はい、ということで今日のゲスト、広島グリーンリボンミュージックライブ2020に携わっているシンガーソングライターでタレントで、ふるさと広島を捨てました。その活躍結構インパクトありますね。東京に一回出てきて野心からちょっと打ちしがれて戻ってきた。コロナウイルスのもう弊害大きいです。はい、築山翔文さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではこの時間はセブンイレブンからのお知らせなんですけども、はい、日を追うごとに秋が深まってきましたけども、うん、この時間はこの季節にぜひ皆さんに食べていただきたい広島の郷土料理のご紹介なんですよ。え、
でセブンイレブンでは地域ごとに地域の食文化や風習を大切にして商品開発をしているそうなんですけども、今日は野菜たっぷり具沢山秋の定番メニュー広島郷土料理団子汁、はい、税別298円のご紹介です。気になりますね。団子汁はお月見をしながら実りの秋に感謝して食べるようになったと言われています、うん、そこでセブンイレブンではもう秋の定番、今年も団子汁がさらに美味しくなってレベルアップして登場です、はい、具材は里芋、ごぼう、大根、人参、さつま揚げ、油揚げなどたっぷり、うん、具材それぞれを丁寧に下処理して手間暇をかけた一品です。たくさんの野菜やさつま揚げから出た旨味と合わせるのはいりこや昆布、かつお節を使って丁寧に取った出汁と隠し味の甘酒。甘酒入ってんの？ね、そして2種類の味噌なんだそうです、はい、もちもちの丸いお団子が特徴的です。はい、ということで今日はスタジオにその商品を用意していただきましたので、熱々です。はい、熱々、ね、いただきます。いただきます。ちょっと、はいはい、もういきなりまん丸のお団子が入ってます。はいはいはい、うるほんと、あ、ほんとだ、うる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 、3つぐらいですね、うん、いただきます。へー、重い具材が。はい。間違いないですね。美味しいですね。あ、いや、いいお出汁が出てますね。うまいね。これはなんかやっぱちょっとお味噌の甘い香り。うん。みたいなのの、うん、奥の方に甘酒が入ってると言ったら入ってんね。あー、隠し味感じますか、うんうんうん、ちょっとだけ。すごいですね、でも、うん、あー美味しい。でもこれ、こんなたくさん具材を家で作ろうと思ったら、うん、もう私も取ってお団子作って、うん、で具材切ってとかめっちゃ大変ですよね。重量感とかすごいからね、具沢山感がね。そうですね、うんうん、これチンってするだけでいただけるの本当ありがたいですね、はい。さあ、広島郷土料理団子汁、知っていた方には懐かしい、知らなかった方にはほっこり、そしてほっとする優しい料理です。秋の夜長に白味噌のほんのり自然な甘みで癒されてみませんか。この美味しさぜひお試しください。美味しいね。本番中はお出汁しか飲めないけど、うん、早くこのコーナーを終えて、はい、具を食べたいです。具に行きました今の、ま、厚揚げだ、油揚げ、うん、団子3つ入ってるらしいですから ね、うん、ね、ぜひ味わっていただければと思います、はい、以上、リスナーの皆さんに、今日は美味しい広島郷土料理団子汁、税別298円のセブンイレブンからのご紹介でした。午前様様、さあ、ラジオからの登場ですが、今日は林美優ですけども、どこでしょうか。林さん、はい、おはようございます。おはようございます。私はですね、今尾道市三木町菅に来ているんですが、はい、ここ三木町はですね、もともと江戸時代初期から日本有数の柿の里として栄えた場所なんですよ。おい、もうこちらに来るまでオレンジ色に実った柿の木を眺めながらやってきたんですが、うん、今日はその柿を使って作る柿渋染めをご紹介したいと思います。はい、はい、早速詳しいお話を株式会社尾道柿園の宗康さんにお話をお伺いします。宗さん、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。いやー、私びっくりしたんですけども、こちらの尾道柿園さん、私到着してこの山の山頂に位置しているので、今日のお天気だと霧の上、もうまるでですよ、雲の上にポツンと集落があるといった感じなんですが、このような環境も柿が育つには大事なことなんですか。あの、一番大事なことで、はい、あの、霧がこの集落には回り込んでこないので、はい、あの、これから干し柿作り始めますけど、うんうんうん、あの、霧が回るとカビが発生しやすいので、うん、あの、そういう霧が回り込んでない条件が長い歴史があるこの柿の里としてね、長い歴史があるのはそういう理由です。いや、こちらでは柿の収穫だったりとか、その他に柿を使った体験なんかもできるんですか。今、あの、柿渋を年間通して体験していただきたいということで、
先月までは駅まで作る体験をしていただいてたんですけど、この時期からは染色のみになりますけど、いろんな、まあ、染色の仕方とか、持ち込まれたものを染めたりで楽しんでいただいてます。いや、もともとですよ、その柿渋染めって私初めて聞いたんですけども、具体的にはどういったものなんですか？夏場の青い未熟な柿を潰して、絞った汁なんですけど、柿というのは自分の力で発酵できる酵母菌をしっかり持ってて、自ら発酵してで熟成して、今使っていただいているのは2年間熟成させたものを使って染色していただいてます。いや、その柿渋を使ったこちら、木でできた器だったりとか、あとは筆だったり布にも柿渋利用できるんですね。もともと日本は長歴史の間、柿渋を建物に塗ったり、塗料として塗ったり、あと染めたり、いろんな場面で使ってたわけです、で自然オーガニックな無農薬の柿からできるもので、自然に戻る素材ですので、すごい。いや、こちら手に入れようと思ったらどうやって手に入れればいいんでしょうか？もちろん来ていただいて、この環境の中で育った柿でできたものっていうのを一番実感してほしいんですけど、やっぱり全国の皆様にはやっぱりネットを通じてとか、あと近隣の店舗にいくらか卸してますので。わかりました、ありがとうございました。今日は柿渋染めについて詳しくお話をお伺いいたしました。尾道柿園の宗康さん、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらからは以上です。林さん、やっぱりいいものですか？いいものですよ、でそして匂いもなんだか高級な匂いがします、そしてまた殺菌作用もあるということなので、健康にもいいということでしたよ。そうか、でも400年の歴史があるとか知らなかったね。そうなんですよ、長い長い歴史があるということなので、ぜひですね、この柿渋染め皆さん体験しに来られてもいいですし、また商品として売られてますので手に取ってみるのもおすすめします。よかった、俺たち今日柿渋染めじゃなくてさ、渋柿って書いてただけだったんだよ全然違うじゃんと思いながら勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんによろしくお伝えください。ラジオカーは林美優でした。交通情報と天気予報、このコーナーは長谷工グループの提供で失礼しました。交通情報と天気予報、このコーナーは長谷工グループの提供でお送りします。桃口山江さんです、昨日の夜栗ご飯を食べました、僕にとっては秋になったから栗ご飯というより、栗ご飯が出てきたら秋というぐらい栗ご飯キングオブ秋の食べ物と思っています、今朝は余った栗ご飯をおにぎりにして食べようと思っています。なんだその言い回し、秋が来たから栗じゃなくて栗があるから秋みたいな恋じゃなくて愛ですみたいなことでしょ午前様様。さあ、広島市内は、ね、修学旅行生とか平和公園の方来てるみたいですけど、みんなやっぱ傘を差してるので ねちょっと雨が強くなってる。だんだんまた降ってきましたね、だけど雨の中、傘も差さずに横山詣でみたいなお地蔵さんみたいに濡れてる人がいて、で甘いもの食べてくださいって言ってお菓子くださったり、あと10月23日全国公開、横山プロデュースの映画彼女は夢で踊るの監督、時川秀幸さんの家の実家の肉屋さん時和屋さんの煎じ柄を買ってきましたって人がこのね、時川監督の実家のね肉屋の煎じ柄がね本当うまいんですよ。美味しいです。ほら、うちの番組でラジオ煎じ柄っていうもうクソみたいな番組が、秋から始まったじゃないですか。そうですね、始まりましたね。もう誰も喜んでないみたいなやつやってるじゃないですか、あれはすごくそまずいけど、これも最高にうまい煎じ柄。引き合いに出すそうなんですか
ね、ここのでも戦地柄大好きです。本当です。いや俺さ、時川監督と、はい、まあ、ほらあの23日全国公開だから舞台挨拶の打ち合わせがあったりとか、どういった方々が舞台挨拶来るかとか、もっと言えば今リモートで舞台挨拶だったりするの、はい、なかなか皆さんの前でその舞台挨拶できなかったりとかもするの で、うん、でああしましょうこうしましょうみたいな、すごいいろんなことで時川監督世話してるけど、お肉を送ってこないんだよね。まあ自分は自分、うん、実家は実家ってことなんですか、ね、俺は大量にブドウを送ったんですけど、おお、お肉が来ないです。見返りが欲しくて送るものなんです。ブツブツ交換のつもりで送ったんですけど。じゃあ言った方がいい。ブドウを送るからお肉ちょうだいっつって。あとね、はい、横山が話したゲームの話が、むちゃくちゃ盛り上がってるみたいで、横山さん、ゲームの話すべてわかり、さっきから大爆笑しています。ゴリゴ13、クレイのドスコイパンダ、朝から横山さんの80年代ゲームのトークで大爆笑していました。特にインベーダーゲームの音真似のクオリティの高さに驚かされています。またゲームトークをしてください。横山さん、ハイパーオリンピックについて話されていましたね。同年代の私にとっても懐かしい話となりました。100メートル走を早く走らせるために、サシを使ってボタンを早く押していたとのことでしたが、私はガチャ玉の小さいものを使っています。丸いから。丸いのガタ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 ってやってたんだ。考えますね、皆さんいろいろ。インベーダーゲーム名古屋打ちは三段名古屋打ちをやっていました。テレゲームをやらなくなって数十年が経過し、50歳も超えましたが、まだインベーダーゲームとかやってみたくなりました。三好のアルビトル、他多数ということで。多分この方もハマった年代だと思います。ジャパネット高田ラジオショッピング、ババさん。インベーダーゲームにしとけばよかった、今日の商品。そうだ、あったよね。あるのよ、ジャパネット。あのコンパクトサイズのやつね。そうなんですよ。あのまんまのやつ。まんまのやつ、3分の2にしましたっていうね。あれ。もうリアルなやつ。本当に憧れたよね、あれね。そうなんですよ。うん、昔はね、順番を作って、はい、お兄ちゃんたちの後ろに並んでね。そう。100円玉を握りしめながら待ってたもんですよ。ねえ。ねえ。それが今やもうゲームし放題ですよ、インベーダー。本当だよね、時代になりましたよね。だけどやっぱあの当時のゲームとかって、うん、その出てきたばっかりのいろんなゲームだったりとかするから、うんうん、なんかそれぞれ特徴があったですよね。あったですよね、うんうん、いやだからね、今のゲームって本当違いがよく分かんなかったりするんですよね、はいはいはい、そうなん、昔のゲームはね本当ね。だからさ、今も例えばテレビとかラジオとかでもね、はいはいはい、同じように楽しんだりとかみんなしてるけど、うんうん、その区別できるように、うん、例えばこのテレビとかラジオは手で回せば見られますよとか、ああやってなんかこう一手間かけて、そのなんかこう、ええ、俺が今これお前を動かしてやってんだぞみたいな、あえて喜びとかも欲しいですよね。愛着とかもね、そうですね。お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。、はい、今日はまさにそんな商品でございまして、南の方から台風が近づいております。はい、そこで今日はいざという時に役立つ手回し充電ラジオのご紹介でございます。手回し充電ラジオ。パパパパパパ。本当ね、でもこれ発明品ですよ。はい。すごい機能が詰まったラジオなんですよ。うん。なので、もうね、この一台があったらいざという時に慌てず騒がず、うん、はい、もうゆっくり避難してください。はい。そのための商品ですからね。じゃあ改めて姿形からご説明していきますと、はいはい、まず大きさはパスポートサイズ。イメージなさってください、うん、ね、パスポート手のひらサイズです、はい、でそれに厚みが4センチ加わったちょっと立体型の商品なんですね、うんうんうん、でこれで AM も FM もワイド FM も聞くことができます、はいはい、だから横山さん川村さんの声もよりクリアな音で楽しむことが、そんなちっちゃいのにクリアに聞こえるんだ、そうなんですよ、はい、FM 電波で聞くことができちゃいますからね、うん、でさらにこれ聞き方が大事でございまして、はい、普通はコンセントにつないでゆっくり聞いてください、うん、でいざという時には電池式ですから外に持ち出しても聞くことができます、はい、ただ大事なのはいざという時その電池がなくなっちゃったらどうするのっていうことなんですよね、うん、これ本体の後ろにくるくる回せるレバーがついてまして、はい、これをぐる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 っと回していただくと、はい、自分の力で充電ができるんですよ、うん、充電して必要な情報を聞き続けることができますよっていうことなんですね。これ助かるよね。これ心強いですよ、ね、でさらに、はい、本体の一部に小さな画面がついてます、はい、これ3インチぐらいの小さい画面はテレビなんですね、うん、これで
ワンセグの放送も見ることができます。いや、ラジオだけじゃないんですよね。これテレビも見られるのがすごい。そうなんですよ、はい、だからこのテレビで今台風こっちから近づいてるな、こっちに進んでいくな、この辺で曲がるな、もう情報が目で見て確認できるっていうのは、うん、やっぱり台風の時には心強いんですよね。そうだね。そう、いざという時にはラジオからもテレビからも必要な情報を取り続けることができますよっていうのが今回の商品なんです、はい、しかも本体によりすごい機能が入ってます、うん、はい、何でしょう。これスイッチをパチッと入れるとライトがピカッとついて懐中電灯にもなるんですよ、うん、ね、だから夜道を避難するときにも足元を照らせるし、はい、避難場所で停電になっちゃったっていうときでも慌てず騒がずこの明かりで食事を取っていただくことができるわけなんです ね、うん、はい、明かりが取れます、はい、そしてもう一つのスイッチをパチッと入れるとサイレンが鳴るようになってるんですね。いざというときに閉じ込められちゃったっていうときには自分の声じゃなくてこのサイレンで助けを呼んでください。これ声が届かないらしいんだよね。そうなんですよ、うん、最初はねまだ体力があるからいいけど、はい、これがね3時間4時間5時間時間が経つに従って声が出なくなってきますから、はい、そんな時にこのサイレンが役立つわけなんですね、うん、でさらにもう一つすごいポイント、これ本体の一部カバーをパチャッと外すと、うん、USB の端子が出てきます。 USB USB ですよね、そっちじゃない USB ね、はい、そう、ここからスマートフォンや携帯電話充電ができちゃうんですよ。携帯の充電ができるってこと？できるんですよ、携帯電話充電が。わ、いいね、いいでしょ。いやね、だって避難場所では充電スタンドに長蛇の列ができちゃうわけですよ、はい、ね、そこに並ばなくってもしっかり充電ができるので、うん、スマートフォンや携帯電話で家族としっかり連絡を取り合える、はい、ね、連絡が取れなくなるっていうのが一番不安ですから、うん、これでも携帯を充電できるっていうのは、うん、一番今の時代心強いですよね。いや、これ大事なんですよ、うん、ね、でしかも手回しで充電ができちゃいますからね、はい、そう、だからもう一回まとめます、うん、ラジオが聞けてテレビが見られて懐中電灯にもなってサイレンもなって極めつけは充電までできる、はい、1台5役6役ですよ、うん、ここまでできてお値段、はい、これがすごいんです。1万800円でのご提供なんですよ。すごいね、本当にすごいよね。いや、だってテレビついてて1万円台ってすごくないですかこれ、うん、1万円で買える安心感のことを考えたら、はい、これはねお値段以上の価値があると思うんですよね、うん、でこれがあるだけで、うん、次に何かあったとしてもなんかちょっと安心して構えてることができますよね。そうなんですよ、なので、うん、もしですね避難リュック今家族の人数分揃えてらっしゃるよっていう方は、はい、このラジオも家族の人数分そのリュックに入れといてください、うん、ね、そしたらご家族皆さんスマートフォンでも携帯電話でも連絡も、はい、いつでも取り合うことができるわけですからね、うんうん、ぜひぜひ万が一にいざという時に備えるという意味でも、はい、こういったね台風が近づいている時にちょっと意識を変えていただきたいわけなんですよ、はい、そのための大事なフリーダイヤル 0120-441-555 番、441-555 番でお電話お待ちしております。はい、ということで今日は、ワンセグラジオ手回し発電充電バッテリーあとLED ライトサイレン、もう何役も使える、うん、はい、はい、あの手回し充電テレビ&ラジオでしたけどね、はい、ほとんど役に立たないババちゃんが伝えるっていうこうだ必要な情報必要な時にですよ大した役割ができないってババちゃんが伝える皆様のババユーズでございます、はい、なんだ選挙かありがとうございましたありがとうございました皆様のババユーズジャパネット高田ラジオショッピングババさんでした。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット、高田。御前様会議その2。毎週さまざまなテーマについてリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週のテーマは中古品ブルースです。あのね、はい、俺が喋ったあのゲーム機の話が止まらないの、ストレートマンから横山さんのゲームの擬音が面白すぎて駅のホームで笑いが止まりませんでした。ゲームの擬音といえば野球ゲームの打球の音も特徴でしたよねと。パッフィーあ出なかったえわーだ全然ダメだ。いや、わかんない。背番号31、カークランド。
インベーダーゲームの効果音懐かしいですね。当時私は中学校2年生でした。学校からインベーダーゲーム禁止令が出ていました。禁止令出るほど流行ったんですか。うん、そろそろ初老。懐かしいゲームの話で思い出したのは、普段おとなしい友達がクソ死ねと豹変した瞬間を見た時にちょっと引きました。私は突撃タイプでしたよつって。へー、懐かしいんですね。そうだよ。私もでも実は今自分の集まれ動物の森の、うん、あのエリアにゲームエリアっていうのを作ったんですよ。うんうん、ね、そこにインベーダーゲームの台を2台置きました。え、でインベーダーできんの？あの一応座って A ボタンとか押したら、うん、キュンキュンっていう音鳴ります。え、どんな音？トゥッキュントゥットゥッ あ、出た出た出た、これが名古屋の時間。こんなことばっかりしてる子供でした。そして大人になってもやってます。でも思い出あるよね、いっぱいね。ねえ、本当に。ゲームに関しては皆さんすごく懐かしく思ってくださったんですね。ラジオネームひらひらさんです。今週のテーマ、うん、中古品ブルースですが、高校時代当時流行っていたバンプオブチキンやラッドウィンプスに憧れてギターを始めました。うん、はい、エレキギターを買うとアンプやケーブルなども必要になるため、とても新品で買い揃えるということはできませんでした。はい、そこで父が高校時代に使っていたエレキギターを見つけて譲ってもらうことに。うん、はい、30年前のギターが使えるのかなと思っていましたが、うん、しっかり音が鳴り、今でも時々使っています。はい、ギターは内部の構造が意外とシンプルなので長持ちしているのかもと思いました。そうだね。何気に俺たちが子供の頃ってまだ街に質屋さんがあったんだよ。あ、でガラス張りになってて、その質流れ品みたいなものが売ってたけど、必ずのようにエレキギターが飾ってあったね。へえ。今本通りとかにもその質っていうことは書いてあっても、うんうん、実際に営業されてない店といっぱいありますもんね。うん、だってうちの近所の自転車屋さんは16っていう名前だったの。はい、これ合わせて質なんだよね。ああ、なるほど。いき、うん、おしゃれね。うん、だ、昔はそうやって16行ってたらもうあれだよっつってお金かまって人だからとかって言ってたのに、うん、もうちょっと職種変えて自転車屋さんみたいなのを始めて、うん、でもみんなが安いから行くようになって、はい、16行こう16行こうっつってたけど、あそこは昔は質屋さんだったんだからねとかっつって。へえ、うん、いろいろでも業態がね変わっていったんです ね。かばちまんさんです。はい、大学入学の時下宿をしたのですが、うん、その際中古の折りたたみベッドを買いました。はい、そのベッドを使用した初めての夜、うん、ふと目が覚めると背中に猛烈なかゆみを感じました。はい、理由はベッドにどうやらダニが潜んでいたらしく、うん、背中一面噛まれていて、初めての一人暮らしでとても不安な思いをしました。はい、それがトラウマになってしまって中古のものはそれ以来買っていません。中古のベッドって嫌だね。確かにな、嫌、うん、ですね。ねえ、まあ、シングル嫌だな、嫌だな、中古のベッドって嫌だな。まあ確かにそうですね。うん、分かんないですかね、ストーリーが。なんかさ、はい、まあ、今はそのコロナ対策とかですごい綺麗にしてくださってるとは思いますよ。だけども、はい、例えばホテルに行きますとかなった時に、お風呂入ってシャワー浴びた、はい、でソファーがある、うん、そこに自分は全裸で座ってするわけじゃん、ね、だ時に、うん、前の人も多分こうしてたんだろうなって思うと、ここの椅子ってもう肛門当たり場みたいになってるよねみたいな。あんな気がしてさ、何人の肛門を受け止めてきたんだろうとかって思うと、いやちょっとこの直に座るのは嫌だなとかって思うじゃん。と一緒で、人がずっと使ってていらなくなったベッドを買うって嫌だよね。はいはい、そうですね。知り合いだったらまだいいけどね。うん、ベッド自身にいろんなストーリーがね、きっとあるはずですからね、ベッドも。しかも折りたたみ式のだからね。はい、そうです。ってことは、用を足すときだけこう、ピチャッと開けられてた。いや、それはわかんないですけど。ってことでしょ。なんか寝るときだけ、パッと開いてね、うんうんうん、そう、寝てたんでしょ。彼女が来ますよってなったらちょっとね。いや、ね、一応なんかしまっといて、うん、いざとなった時、彼女がトイレ行った瞬間とかに、カチャ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 カモンみたいな、カモンベイビーみたいになるわけでしょ。オレンジって。
そうかもしれません、でも学生の時はねなかなかそこはね、お金がないのでね背に腹は変えられないみたいなところあるんでしょうけどね。中央林間さんです、はい、中古品ブルースですが、今年のコロナ禍春あたりから家で過ごすことが多くなってしまったので、押し入れに眠っていたプレイステーションを引っ張り出しました、はい、そしてアマゾンで中古の競走馬育成シミュレーションゲームを1000円で購入しました、うんうん、ゲームは自己資金が20億、はい、そして美人秘書を2名のうちから1名選んでスタートするというものでした、はい、さあいよいよ始めようと思いましたが、資金が20億あって秘書1名がいたら、うん、馬なんか育てないで秘書と遊んだ方が楽しいんじゃないか、はいはいはい、と現実的な考えをしてしまったので、うん、楽しむ気持ちがあんまりなくなってしまいました、うん、そしてほとんどせずにやめてしまいました。ーゲームであってもあまりにも現実離れしてしまうとダメかもしれませんね。あつ森が流行っているようですが私は多分楽しめないんだろうなと感じています。うん、あれだね、そういう性格とかだと、うん、映画とか宇宙戦争とか楽しめないんだろうね宇宙からあんな攻めてくるわけないよねとか、宇宙人がこんなわけないよねとか、うん、ね、いろんなことを思うけど、現実から離れれば離れるほど、はい、ね、うん、そうかもしれない。でもそういう人に限って刑事ドラマとか見てツッコミどころ満載とか言ったりするんだろうねあれに比べたら宇宙物の方がよっぽどツッコめるわとかって思うじゃん。まあゲームでありねフィクションの世界ですもんねこの間さ、はい、あの土曜日に横山名画劇場横劇、でね、あの汚れた英雄、はい、38年前の映画を上映したのね、うんうん、そこにファイヤー長岡くんつって鈴鹿八隊で走ってた本当のプロのバイクレーサーの人が見に来てくれたの、はい、それでストーリーの中で残りあと38周、バイクレースでね、はい、サーキットで転倒するレーサーがいるの、はい、でその人がその38周のところで転倒してまた乗り込んでまた走って勝利を収めるみたいなシーンがあるの、はい、あるシーンでね、はい、たらさ、それをプロのレーサーにあの話どうなのって聞いたら、転倒して38周で、1周回るのに1秒ずつ巻き返していっても38秒しか巻き返せないじゃないですかって、だから絶対無理ですって言って、そうだよねって言いながら、でも映画ってそんなもんじゃないからって言って、はい、で楽しむわけじゃん、はい、だけど例えば教師ものとかさ、刑事ものとかさ、放送局ものとかさ、いろんなジャンルがあるじゃん、はい、職業もので、はい、だからあんなわけないよねってみんな言うよね、うん、半沢直樹とかもね、うん、ご覧になってる方あんなバンカーばっかりだった俺だって銀行員が自分を我がバンカーはって言ってるで会ったことないもんねバンカーって言ったらゴルフぐらいしか思いつかないけどねえ、そんなことないよねって言いながらも、うん、でもハマっちゃうっていうのハマっちゃうんだよ、ハマっちゃう半沢直樹はさ、どの職業の人もうちの会社だと思うことだよね。いや、そうですね、うん、共感性がね、もうでもあれは RCC がモデルになってるからね。違いますよ。ケイト・ジュンさんは RCC に取材に来られても徹底的に調べた後にあれを作られてるから、あれはあの北川さんは RCC がモデルになってます。そんなことないですと俺は信じてますBelieve そう信じてる方が多分たくさんいらっしゃるんだと思います辰川の監督さんです。はいはい。高校に入学して陸上部に入部をした時、先輩からこのスパイクわしはもういらんけ500円で売っちゃると押し付けられました、うん、400メートルで県大会への出場を狙っていた私は500円を払って譲り受けました、はい、市の大会の予選の決勝レースで、うん、そのスパイクシューズがパカパカとつま先が開いて3位でゴールしてしまいました、はい、県大会を逃してしまいました、うん、残念な500円でした。あ、靴はね、うん、一回水分含んで置きっぱなししてるとそうなるよね、はい、見えてたよ ね、 ね、俺あのハワイに友達と行ったことがあってさ、はい、でせっかくだからゴルフしようぜって言って、でゴルフ場に行ったの、はい、でアメリカってさ、そのものすごいラフな格好でゴルフができるのね、だからレンタルクラブとか借りて、もう半ズボンに T シャツみたいなの で裸足に靴みたいなので行くの、だからさ俺の友達がさ、はい、あれゴルフ行くんだったら俺なんかずっと使ってなかったやつがあるから持って行くわっつって、スパイク持ってきたの、はい、2ホール目ぐらいで底が抜けたよね、でずっと裸足で歩いてるハワイだからいいよねって言いながら、いやそういう問題じゃないよねって言いながら裸足でずっとゴルフしてるお前プロゴルファー猿かっつってアメリカでよかったですね。そう、靴は本当なるよね。うん、なります。外面よしこ。3年前に他界した父、は
は音楽鑑賞が趣味でクラシックやジャズをレコードで聴いていました、その血を引いたのか高校3年生の息子も音楽が大好きで、数ヶ月前ふと思い立ってジージのレコードプレイヤー俺が欲しいから捨てないでねと、私の母に LINE をしたそうです、その母からの返信は連絡ありがとう、いつも闘病中の姿ばかり思い出していたけどあなたのおかげで久しぶりに元気なじいじを思い出しました、ありがとうとありました。横山さんが以前していたものは価値が値段ではない、そのものに対する思いという話からふと父のレコードプレイヤーについて思い出しました、ということで、まあね、こんな皆さんの一助になればと思ってお話をさせていただいたことが意味軸も生きたっていうことだから、これがラジオの醍醐味だったり、まあ、パーソナリティの使命だったりとかするんでしょう、皆さん台風来ていますから気をつけてくださいね初めて言う、ふるさとのご両親にお電話してくださいね思い立ったが吉日です言われなくてもしますよ、今日が誕生日の方はあなたの誕生日じゃないですよ、お母さんがあなたを産んでくださったお母さんの記念日でもあります、お母さんに電話をしてあげてくださいね、オレオレって言って絶対最後いたたまれなくなってなんか面白いこと言うんだろうなって思ってましたよ、耐えきれなくなっちゃう、絶対にこの人は耐えきれなくなるに違いないと思って私は待っていましたがまさにそのとおりでもいっぱい来てんだよね、はい、いい話とかね、ぷくぷくママ、私が小学生の時、はい、学校で辞書の販売がありました、はい、ほとんどの子がその辞書を購入するのですが、なぜか私は父親がこれを使えばいいとお古をくれました、はは宿題で意味調べをしても私の使う辞書は妙に大人びた説明が書いてあるします、ただ父が調べたであろう言葉に印がついていると、はい、なんとなく嬉しかった思い出があります、なぜ買ってくれなかったのか未だに疑問です。うーん、でも渡したかったんじゃないかな。そうですね、そうかもしれないですね、受け継いで欲しかったのかもしれないけど、私も学生の時電子辞書の販売が学校で、はい、電子辞書、そう学校で電子辞書電子辞書でした、電子辞書すごい、そうだからその学校に販売員さんが来てくださって、でその辞書が欲しいっていう人はそこに時間に行って、その電子辞書を買うっていうのがあって、でもその時は白黒だったんですけど、確かに電子辞書っていうだけで確かに最先端でしたけど、はい、今もうだってカラーだったりとか、そうだね、タッチパネルだったりとかするから、うわーと思って、時代だね、ねえ、そうだって電子辞書高いよ、3万円ぐらいでしょ、そのね、いいのだと5万円ぐらいするよね、しますね、で安くなって4万いくらとかで、はい、ちょっと手が出ないもんね、そうでも今でもアナウンス部の机の中にその辞書入ってます、うん、電子辞書、その時に買ってもらって、俺が子供の時は百科事典だからね、あー重い、すごい、だからあの植物とか動物とかみたいなもう全部ジャンルがあって、絵画とかね、うん、でも10冊も20冊もあって、それで本棚が埋まるのがなんか、あーいよいよ自分も勉強する人になったんだとか、はい、ちょっと大人への階段登ってんだっていう嬉しさがあって、で結局いらなくなるじゃない、はい、で本棚が埋まってっからさ、もう邪魔になって抜いて、で結局お母さんがそれ漬物つけたりとか、なんかそういうことになるんだよね、まあ重みはしっかりあります、ね、鍋敷きになってたりとかして高い鍋敷きだねって言いながら味が染み込むといいですね。今週は中古品ブルースでお待ちしています。ではここで一曲お届けします。今週は御前様会議のテーマ中古品ブルースにちなんで、中古品のように時間が経ったものをもう一度輝かせるカバーソングをお届けしています。この時間は演歌界の歌姫香西かおりさんに提供した楽曲をジャズアレンジでカバーしたこちらです。玉置浩二さん、無言坂。いいね、おしゃれですね、なんかレコーディングの時とかに、うわーとかって、うわー帰りたい、うわーとかって、歌詞にないこと言うわけじゃん。はい。そういう気持ちで歌ってみたいよね。うん、言ってちょっと、うわーって。いや、え、
私別に今だって変わりたくない。お前玉置浩二のモノマネすごいうまいじゃん。玉置浩二さんのモノマネとかちょっとやったことない、すいません。特に無言坂はもう最高に似てますって言ってたから。うおーちょっとお前のうおー聞かせて。無言坂ここは無言です。玉置浩二無言坂でした。もういいじゃないですか。言いたいよ。そうですね。やばい。ポーとかさ、言いたいレコーディングの時。横山さんが言ってもまた違ったことない。広島のポー空は見、うおんで。どうしたどうしたなる。曲調っていうものがありますからね。いいな。はい。さあそれではクイズの当選者発表の時間でございます。はい、今週のテーマ中古品ブルースから今日は木曜日ですので私川村が問題を出させていただきました。はい。小学生の時、カードキャプターさくらというアニメの中に出てくる、うん、ケロちゃんという妖精がいたんですが、大好きでした。はい、黄色。黄色い、ネズミみたいな、羽が生えてるんですけど、うん、そのケロちゃんの電子ゲーム手帳っていうのがあって、はい、これを持ってすごく遊んでいた記憶があります。うん、で、先日、実家に帰った時に、母が電池を入れてくれていたので、はい、それで遊ぶことができて、もういつもと変わらず、当時と変わらず、楽しませてもらったんですけど、うん、そのケロちゃんの電子手帳と、その他にも、ある嬉しいことが起きたんです。はい、さて、それは一体どんなことだったでしょうというのが今日の問題でした。うん、正解は、実はそのケロちゃんのゲーム手帳っていうのは、サンタさんからもらったものだったんですけど、はい、その時にサンタさんから一緒にもらった手紙も出てきた。うん、それはまた懐かしく。ちゃんと取ってあったんだよね。子供ながらにものすごく嬉しかったのを覚えてます。うん、ワードで書いてあったんですけど、はいはいはい、手書きじゃなかったです。まあお父さんがバレないようにされたんでしょうね。いや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 、違う、サンタさんから届きました。茶ぶ横長のお母さんかな、横長の茶封筒に入ってて、でその茶封筒にだって茶封筒に入ってた。サンタさんは入れないもん。茶封筒そんな雑にしないもん。茶封筒いやいや、ちゃんとしてました。サンタさん茶封筒に入ってみワープロでしょ。ワープロで書いた。お父さんが会社で打ったってことでしょ。いやいや、そんなことないです。おーって言いながらなんでお父さんがおーって言うんですか。さあそれではプレゼント当選者の発表です。はい、鎌ヶ里物産から天人の藻塩ギフトセット3000円相当をラジオネームサモハン銀行さんにプレゼントします。はい、そして日本行動の気分に合わせて選べる4つの香り濃厚ルーミークリーン&リラックス、今日はラジオネーム福山の Q さんにお送りします。はい、それぞれおめでとうございます。おめでとうございます。へさかのプリンセスさんです。はい、オープニングで自動販売機の話をされていましたね。うん、私は一度だけですが広島弁を話す自販機を見たことがあります。はい、前を通るとあったかいコーヒーがあるで、寒いじゃろう、飲みさいとか、うん、飲み物を買うとお釣り忘れんさんなよと喋ります。へー、おじさんの声で言い方が面白かったです。喋んの、うん、自動販売機。はい、私一回あるかも、会ったことあるかもしれない、その自動販売機に。はいはい、夜になったら足が出て帰ったりとかしないのか。おじさん普通に人が喋ってたりしないのかな。おじさん仕事中だったら帰りたい。そら帰りたいでしょうよ、そんな状況だったら。広島弁なんだ。はい、原坊さんです。はい、瀬戸は日暮れて夕波小波と小柳ルミ子さんも歌っていますが、うん、今の時期仕事が定時で終わって帰る頃は、はい、夕焼けと瀬戸内海の島々、カキイカダの風景がそれはそれは綺麗で誰かに自慢したくなるぐらいです。うん、でも運転しながらなのでチラチラっとしか見ることができず残念です。はい、もう少ししたら5時台でも外は真っ暗になって残業したような気分になっちゃうんだなと思うと、うん、寂しいとともに冬を感じるんでしょうね。そうだね、もう全部うろ覚え、全部うろ覚えだけど、はい、小柳ルミ子さんの瀬戸の花嫁っていう曲は作詞家の先生が何だったっけ、名前が全然出てこないんだけど、はい、が、なんとかの花嫁っていう曲と、はい、瀬戸のなんとかっていう2曲を、うん、あのフレーズの曲に書いたの。はい、どっちがいいですかねって言って、うんうん、たらみんながいやなんかどっちともなんとなく弱いっすよねってなって、だったらその瀬戸の夕日と、はい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 、なんとかの花嫁、うん、じゃあ瀬戸の花嫁して
瀬戸に嫁いでいく瀬戸内海に、花嫁の話にこの2つ混ぜればいいんじゃないのって混ぜたのがあの話なの。へえ、それで大ヒット、大ヒットしたので、その先生は瀬戸内海を見たことがない。ああそうなんだでも本当にこうね、うんうん、よく言い表してる。いや情景が浮かぶようだよね。浮かびますそんなことがあるんです ね、 すごいね。分かんないもんですね。あとはね、この世界の片桐仁からは、はい、沖縄は、台風の影響が出てきました。強風域が広いので早めの台風対策が必要ですね、はい、そして那覇市内についに出汁道楽の自動販売機やってきましたよ。そうですか、ぜひお買い求めください。あとコリンちゃん、本日妻が出産をいたします。初めての子供です、はい、ドキドキとワクワク、そして親としてこれから頑張ろうと感じる朝です。名前台風14号台風気をつけてくださいね、はい、また明日、失礼します。